え、何が引っかかったかわからん。久々に警告出たからびっくりした。すみませんね、びっくりしたマジで。なんで引っかかったのかがよくわからない。なんでやろうね、びっくり。まあそういうこともあるよね。いやー焦った。じゃあまた景気づけに歌うか。この時間ほんま配信者全然いないな、うん、美味しい時間帯じゃないんだろうな普通に考えてね。まあそうだよな、やらないよなこんな時間、うん、朝から昼にかけてやりたいんやけどね俺もね。いや今日も朝やろうと思ってたんやけどね、うん。まあ誰か行きますか。ナリとコラボしたいんだよな、ナリともコラボしたいし、まあとりあえず招待オンにするか。まあけどもうちょっと人数集まってからでもいいか。うん、YouTube のコメントちょっと承認しとこう、人集まるまで。はいはいはい、まあ一曲やっぱ景気づけに、けど景気づけに歌うと視聴者減るんだよな。やっぱ歌った方がいい。うん、俺も歌った方がいいと思ったけども、歌うか。愛人なんかリクエストある？いや警告だるかったほんま、せっかくねマリンちゃん来てくれてたのに。何歌おっかな、うん、さっきごめん、全然全然、な何が全然、俺がごめんやけどね、警告来たってごめんね。オレンジレンジめちゃくちゃ懐かしいやん。いいや、オレンジレンジ歌うかじゃあ、うん、俺中学の時にねオレンジレンジのあの花っていう曲をあの遠足で歌って友達できたんですよね。うん、お花知ってるでみたいな、うん、ええやんええやんってやって、よしじゃあ歌うか、景気づけにな。けどこれいきなり確か始まるんだったよな多分な。あもうもう始まっちゃった、うん、ちょっと待ってね、カラオケ機能あるんかなこれ。あ、あるわ、いくぜ。はん、あ、ちょっと待って、音ちっちゃいな、ちょっと待ってな、いきます。花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡、愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。これぐらいの音量か、うん、また友達できるかもよ。せやな、配信でね。いつまでもあるのだろうか、俺の真上にある太陽はいつまでも守りきれるだろうか、泣き笑い起こる君の表情、いずれ全てなくなるのならば二人の出会いにもっと感謝しよう、あの日あの時あの場所の奇跡はまた確か、あんま知らんこの辺。愛することで強くなること、信じることで乗り切れること、君が残したものは今も胸にほら輝き、失わずに幸せに思う、巡り合えたこと、俺の笑顔を取り戻せたこと、ありがとう、溢れる気持ち抱き進む道のり、花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡、違って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい、花びらのように散ってゆくこと、この世界で全て受け入れてゆこう、君が僕に残したもの、今という現実の宝物だから、僕は精一杯来て花にだろう。
サビしか歌ったことなかった、そういえば。うん、なんこいつしょうもないやつがやってるわ、しょうもないやつ。こういうね、しょうもないやつをね、ちょっとブロッコリーアンドミュートしようかなと、またやられるんで。なんで枯れるのだろう、ラブパレード。ラブパレードやよな。うん、俺もそう思った。ごめん、ラブパレードにします。うん、俺もラブパレードを歌えばよかったと思った。ラブパレードは歌い慣れてるんでね、すいません。これは歌い慣れてるんでね、これはうまく聞こえると思います。お、ようこ疲れ。明日俺んち来るってさ、君がいきなり言うからさ、こんな時間から掃除、楽しかった今日の帰り道、ふと思い出しはない、自然とにやける午前4時、脱ぎっぱなしの靴下や埃まみれの本棚、どうやら朝までかかっちゃいそうだな。今夜は飲めないブラックコーヒー、眠気覚ましに息止み、君の笑った時に細くなる目、笑い声ちっちゃだって、とにかく全てが俺を動かしてんだね。裏通り君を思い、今日も過ぎてく心で君を抱きしめる、今は少しだけ愛を信じれる、誰かがいるから強くなってゆく、孤独だとしても、そして今僕は誰かのためにいるんだ。 Oh baby、 この場所で君と出会い、 Oh baby、 君の笑顔友の後押しを、 Oh baby、 力に変え突き進め、Oh baby、 君と僕のラブパレード、君の瞳を見るたび不思議な気持ちになってく、優しかったり切なかったり、遥か遠くの銀河に包まれているような、とても心地よくて、いつまでも見つめていたい、月明かり僕を照らし励ましてくれる、心で君を見つめてる、そばにいるだけで愛を感じれる、言葉にできない、素直になれない、不器用に僕なりに、ずっとこれからも握った手だけは離さないから。 Oh baby、 よし、こんな感じか。ミスチル聞いたまあまあ、バトルに勝ったり、日韓に入れたね。ひめちゃんハートありがとう。レイチェルバラありがとう。ただいまカラオケ中コメント、すまんな。おう、なんで寿司くれんねん。ご褒美に寿司いらんねん。いや、草ちゃうねん、お前。ブルート。草生やしてばいちゃうねん。まあ、カラオケはあれやね。配信の終盤で歌うべきだね。オフ会でカラオケしたら、いや、みんな耳塞ぐやろ。心で君を抱きしめる、今は少しだけ愛を感じれる、誰かがいるから強くなってゆく、孤独だとしても、そして今僕は誰かのためにいるんだ。
一歩も踏み出せなかった。傷つくことをただ恐れたんだ。こんな自分だからなんて悩んで悔やんで病んで出す答え。照らす日は眩しくて壁があるようで切なくて耐えれなく描く絵なく逃げる俺に君だって差し伸べて負けないでってそこで俺やっと気づいた。壁なんかなかった。自分で作ったもんだった。君に触れ心震える気持ち溢れもう涙拭え。未熟でも進め前へ Oh baby この場所で君と出会い Oh baby 君の笑顔友の後押しを Oh baby 力に変え突き進め Oh baby 君と僕のラブパレードOh baby この場所で君と出会い Oh baby 君の笑顔伴う投資を Oh baby 力に変え突き進め Oh baby 君と僕のラブパレード OK OK あちまるこんにちは。草大好きでしょ。俺が歌詞かと思いました。ありがとう。ありがとうな。今度ワンマンやるんで来てください。武道館で。うっす。アプリも配信すんの。おお、ちょうどいいね。いや、ナイスでした。ちょっと一回警告来ちゃったんでね、付け直しさせてもらったんですけども、久しぶりにオレンジレンジ歌いました。もうリクエストあったらね、もう全然まあバトル勝った後とかね、配信の終盤とかで歌うんで、うん、まあやっぱ歌うとね、元気出ますからね。うん。よろしく。さあ、ちょっと流れに乗ってちょっと行きましょうか。誰かね、そう警告来ちゃって、なんかね、うん、なんかよくわかんない警告来ちゃって。そう、パッチーさんこんちは。今日は歌いや、まあ、ある程度歌って景気づけをしてからちょバトル行って、まあ、その勝てたりとかね、日刊に入れたりとかしたら、まあ、ちょこちょこ歌おうかなと。元気ですよ。はい、まあ、日刊入れたらもっと元気になりますけど、うん。だからミコッチってこいつ誰な？なんか見たことあるんやけど忘れたんだよな。だけどね、特にコラボしたいやつがいないんだよな。うん。こういう時はね、招待オンにしよう。招待オンにしてしまったらね、来る可能性がありますからね。プロソロは夜からでしょ？いやいや、最近朝方なんだけど。うん。はい？何を言ってんね、君は。あ、なんかね、しょうもないやつがね、2&4 とかする可能性があるんだよね。うん。うん。あ、うまいね。プランクトン君、うまいね。できれば、全部つなげてコメントしてくれた方がよかったかな。うん、うまいこと言ってるのは分かったけど。うん。あ、同説40人になったね。何分歌った？あ、14分喋ると、あれか、同説も結局増えるか。どうしよっかな。誰とコラボしよう。誰からも申請が来ないな。トイレ行きてんだよな。トイレも行きてえし、ちょ、ナリとバトルしたいんだけどな。ナリちょうどいいのよこいつ。うん、ナリがちょうどいいのよマジで。あ、こいつずっと4ゴラしてるか。うん、あ、葵ちゃんから来た。配信者だね、葵ちゃんね。あ、じゃあもう人生 OK してあげようね。誰お前。うん、あ、はじめまして、すいません、申し遅れました。計算が大苦手な葵でございます。そうなんですか。じゃあ僕ちょっと TikTok フェスティバル呼ばれてるんでちょっと行ってきますわ。お疲れっす。どこ行くねどこ行くねひねクイーン、ありがとう。もうそんなことあり、なめてますやん、確実に。どっか行ったやん、もう。プロソロちゃん、プロソロちゃんにいつもね、もう、おぉ、いいですね。うん。どっか行った、プロソロちゃんも、もはや。どっか行っちゃった。ホットドッグ。行くしもありがとう。ホットドッグ。ちょ、ほんまにどっか行ったやん。なんなん、この感じ。新しい。ガロタン、ホットドッグ。ありがとう。友人さんもいいね、ありがとう。うん。帰ってけへんのこれ。ちょっとどういうことですか、プロソロさんのリスナーさん、どういうルールこれ。ただいま。ただいま。TikTok の中で一番チェックの服が似合うんじゃない？
一番あの TikTok の中でカラスみたいな感じやね。あ、そうね、よく言われますね。あ、そうだよね、電話じゃないぞ美魔女ハートありがとな。なんか4連勝してますけども、あれですか、僕に連勝かられたくて来てくれたんですか。いや、勝ちに来ました。え、僕地投げで毎回ユニバ投げるって知ってますよね。いや、知らん。大丈夫ですか。は、知らない。お前タメ口聞いてんじゃねえぞ。ちょ待って、ちゃんちゃんいるんじゃん。ちゃんちゃんいるよ。え、ちゃんちゃん友達なん。すみかちゃんが参加しました。すみかちゃん、この間トザクが来てたな。すみかちゃん、え、すみかちゃんはあのみんなであの TikTok のあのあれの時ね、あのめちゃめちゃ綺麗やった。ああ、3月な、去年やったっけそれ。なあ、懐かしいな、去年の3月か。あ、あれからな、うん、まあ、すみかちゃんはちょっと子育て忙しくなって配信全然できてないし。あ、そうなんですね。うん。あ、すみかちゃん、はい。お昼休みやウキウキウォッチ、すみかちゃん、またコラボしようよ。トゥルトゥ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 。うわ、くさ、くさ。ちゃんちゃん、あ、見てなかった。ごめん。ごめん。おい、ブルーと臭ちゃうねん、お前。ごめん、ちゃん、ごめん。ごめん、ちゃん、ごめん。ちょっと待って、ごめん。うん、すみかちゃんち俺も行きたいな。すみかちゃんの家でもね、住所をね、ちょっとあのドロロロってね、俺が言っちゃう可能性が高いということでね。ちょっとひなちゃん大好き、ありがとう。バリー、まあ、思い出はいつもマリンだけだ。サンバイアマリン行くぞ、頼むでマリン。あ、すみかちゃんね、昨日ね、ブルーと草ちゃうじゃん、お前、いつ投げてんの。ありがとう。あ、今投げてくれ。ブルーとごめん、ブルー。ブルーとごめん、今投げてくれ。ブルーと、うん、あ、パッチだ、はい。お昼休みや、パッチは。じゃあ行きます。じゃあ行きます。いい、今日も。マリンちゃん、バランスナイス。3倍です。グローブ持ってます、パッチボール、マジ。今は大丈夫。また、やばそうなタイミングでね、今っていう時に言ってください。いえっとね、50、残り30秒になったら、グローブをぶっ放します。お前、グローブ使うんかい。あ、じゃあ俺らも、え、残り30秒ってこれ3倍じゃなくて最後なんでしょ。3倍の時に、お、じゃあ、あちまるごめん、ハートありがとう。残り30秒でやってくれ、頼むわ、ブルーと草薙。3倍の時の残り30秒で、え、今グローブ、あちまるグローブ、今グローブ、マリちゃん、キュンドキュン、走り出し、あちまるナイス。いいぞ、いいぞ、あちまるナイス。いいよ、マリちゃん、いいよ、そう、3倍。3倍で絶対に勝ちたい、こいつで4連勝取るぞ。ドカンくるぞ、ハッチさん。はい、5枚取りました。お昼休みやパーティーウォッチ、絶対勝ちました、このバトル。はい、バラ、うーん、まあ。はい、マリンナイス、行くぞ。4桁、いや、5桁いったか、来るぞ、来るぞ、来るぞ。やらない、やられてる。ナイスキンちゃん、ありがとう。マリンちゃんとコーギーが、わわ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 、どこ行くの？何か？どこ行くの？いや、急にアプリ落ちてさ、あの、バトルが終わっちゃうことあるでしょ？それを再現してやろうかなって思って。結構です。確かに。コケコッコ。あ、結構、え、じゃあやっていいってことね。何を？じゃあ写真のタイミングでやるわ、じゃあ。うん。まあ、とりあえずちょっとみんな、これはローザの星雲で勝てるからね。連勝借りたい人、ローザの星雲で絶対勝てるよ、こんなもん。マジで何もしなくて良さそうですね。ローザの声を行け。ちょ、ほんまありがとう、ありがとう、マジで行けたって絶対に。出番なし、ケケタの出番なし、ミュートやお前、腹立つわカラス。はい、感謝です。1位はマリンちゃんです。マリンちゃん言ってるよね、差し込み頑張ろうって。おお、もうパスタ食い終わったでしょ。一回勝てたらそれでもうええやんか、な。勝ちへの執念、大事やで。まあ、でも、応援してくれてありがとう。パティさんもお久しぶりです。アイコン変わりましたか？元気そうで何よりです。ありがとうございます、パティの姉貴。そして、スミカお姉ちゃん、家行きたいから、な。今度誘ってな。おう。ブルーと、1000個以上で勝てた時にフォローさ、返させてもらうな。アジマルもスタビマジョも、みんな踊りで、何してんねん。ミュート解除。諦めんな、マリン。諦めたら、諦めたら、試合終了や。みんな仕事戻って。けど、アジマルほんま、グローブないっす、ほんま。うん。みんな仕事戻っちゃった。
なろう。いや、俺も福山雅治のモノマネできるからちょっと聞いてもらっていい？はぁ、あ、パティさんありがとうございます、頑張ります、はい、すいません、ありがとうございます。ちくしょう、マジでごめんなさいね、うん、いやー、ちまるほんまありがとうね、グローブでね、ちょっと流れがね来てたんで非常に良かったっすよ。じゃあ次ね、こいつは絶対勝てるっていうね、弱いやついきます。こいつに負けたらもう試合終了っていうね、マジでしょうもないちょっと汗臭いやつが、あ、ごめんなさい、あ、よろしくお願いします、お疲れ様です。はーい、あれやってた、あ、さっきやりだした、うん、最後だ。あれや、日刊入っててすごいやん、普通に最近日刊毎日入ってるね、すごいよな、マジで。いや、なんでそんな頑張れんの、別にお金も使わないし無人島で暮らせるレベルなんでしょ、だって無人島、だから無人島とかでも暮らしてても、もうなんかあれでしょ、不満も何もないぐらいの性格でしょ、うん、いやでもずっときついよ、まあずっとそりゃそうやけどさ、え、その、え、何、そのお金貯めて何かしたいとかあんの、なんもない、別にお金が、まあ、もちろんお金は欲しいけど、お金はそれ欲しいけど、なんやろね、うん、まあやっぱ稼げるときに稼ぐ老後に備えてみたいな感じやよな、もうなんかね、やれるときにやっとかんと、まあそれはそうやけど、毎日はすごいな、俺毎日無理だわ、できるよ人気者は、スワッピング夫婦、あ、そうか、マリンちゃんがもうどっか行っちゃったよ。よし、何からやってたんですよ。え？顔今どうなった今？は？これね、ここ触ると飛ぶんだよ。は？どこ触ったん？え、なんか後継者ランキングの横、黒い服着るとなるんよ。じゃあ黒い服着んなよ。よっしゃー！いい男がもったいないぜ。ん？なんつった今？いい男がもったいないぜ。あ、今のちょっとあの、この人発言ミスってるんで気にしないでください皆さん、うん、カビゴンだ、なんかいい男というよりかは熱い男の間違いじゃない、それがいい男につながるんよ。くさ、くちくさ、さあ14人行きましょう、くちくさ、さあ見るか、さあ2倍です、2倍だけれども準備は OK か、あれ今日 何戦目、俺、うん、いや数えてないわ、何時につけたの、何時につけたっけ、覚えてないわ。あれ全然出てこなかったけど、招待オフか、またもしかして、あ、招待オフ、招待オフ、さあバラ10人だ、いける天才も10人、バラいきましょう、花坂おかえり、最後、ユーザーさんバラうま、さあみんなでいこう、ゴー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 、愛人バラうま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 よ、愛人いないとやってけない。あれ、それ10ポイント、10ポイント、10ポイント。美味しいな。10入れよ、10、10、10、10、10、10、10、10。みんな10入れよ、10。10いかれへんの？いや、ほんま、弱い時めっちゃ弱いよな、ガチで。やばいよ、さっきからマジで。笑けるほど弱いよな。だってトップするもんだから、腹咲かないっす、久々に言った。うん。さあ、みんなで行こう。さあ、2倍、ゴーゴーで。スワッピング夫婦ってなんか、え、そっちのリスナーさんなんかこっちにも来てくれないけど。俺も初めて。え？エンジョイぜ。さあ、2倍です。いくぞ、チンパンジーに勝つ。2倍で、ここでいかんと思ってたんだけど。まずい。さあ、視聴者はまだ少ないけどな、こっから。いや、全然4桁いこう。花咲かないっす。2倍で3桁、いや、4桁、ああ、言ってくれる天才募集中。行こう。OK です、ナイス、はい、マネーゲンがペア、差し込みうますぎ、キャピーン、いいね、うん、まっ、よう言ったわ、愛人。ちょっと話せか、うちでも 1K 貢献いけるかな、1K 貢献。2K だって。あ、水木、お前、来たちゃうねお前。なあ。ユニバやろ、お前、負けたんやから。さあ、行くぞ、みんな。全員、ちょっと待って、タップだけの方参加しよう。え、てか、俺だけかな、なんか、貢献者読み込みがちょっと遅くなってる。俺もそうっす。いや、最近の、ラグいいよ。ああ、ラグいんか、やっぱり。そうそうそう、水木、来たちゃうねお前。ユニバや。ユニバや。さあ、17人行くぞ。残り1分15秒。行くぞ。ちなみにそれなんて書いてあるの、その黒い T シャツには。バラ。バラ？わかんない。なんてっけ、なんか聞いたけど忘れた。バ、バ。いや、わけわからん T シャツ。それ自分で買ったん？これあれだよ、スポーツ、サッカーのブランド。いや、覚えとけよ。自分で買ったんやったら。もらったもん。誰から？知り合い、知り合いっていうか。あ、そうなんや、新品みたいなやつを。で、サッカー選手知ってる、なんでそれ持ってんのって言われる。
あ、そうなん。じゃあ覚えとけよ、そんな大切な貴重なもの。元 J リーガーから言われる。え、元 J リーガー。元 J リーガーと友達なん。配信者誰。服部一樹って。あー、なんか結構おもろい系のやつか。結構声がでかい。俺とコラボしたらめっちゃうるさくなる人。最悪やん。ジャイアンのタッグやん。かわちゃんおはようございます。うるさいけどスコアうるさくなくて助かるわ。はい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 、最後差し込んでいくぞ。ありがてえわ、ガチで助かる。あえ、じゃあちょっと待って、俺の方が多分声でかい。あ、みんな差し込み警戒な。500コインぐらいで差し込み警戒な。ドーン。ドーナツバックちょっとしょうもな。あい、何弱すぎ。ニキタおめでとう、ビストリーキーキーキー。くそー、なんでニケたやねん、お前日刊入ってんのに。俺が聞きたいわ。配信途中で付け直してもう一回すぐ付けたりはせえへんの。うん、基本、あ、もう途中ですけど、そんなしょっちゅうはやらん。ああ、まあ流れ変わるかもしれんから、調子悪かったりずっとニケたかな、30分1時間続くようやったら試してもいいかもな。アドバイスしてくれより優しいやん。だってずっと1時間ぐらいニケたとか3桁やったとしたらね、多分そういう状況あんまないけど、嫌じゃない。誰か来るからそのうち。ああ、オッケーオッケー。はい、じゃあ見取り感謝しますね。はいはい。1位は、ごめんな、後継者がラグくて愛人いないとやっていけないよ。愛人グローブとかなんで水木に行っちゃうんだろうな、うん、なんでだろうな。まあまあ大丈夫大丈夫、勝てればいいから。ありがとう。あ、水木スタンハンマー、あー、まあ適当に使ってくれ。あ、スワッピング夫婦もありがとう。はい、みんなも止めて。はい、なりオワコンおめでとう、ビクトリー。まだまだやな、お前がな。お前がな、つけたばっかやろ。いや、つけたばっかしというか、うん、まあまあまあ、もう一回やったろか、しゃーなしで。まあ、グローブ生産工場長として活躍してくれ。あ、IG 拍手ありがとう。はいはいはい、はい、みんなダブ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 。なになに、なにそれ、見せて。何を。赤色の、それ何、課金。追い課金って書いてある、もう消えてるけど。いえ、もう一回ちゃんと書けよ、そこは。何書いてるか読めへんかった意味ないやん。いいね、これでっかい声出すから元気出してこー。うわ、キー&モーかったわ、普通にガチで。キー&モーすぎて臭やった、本当に。今日マジでマジでみんなタップ、マジでタップでーす。タップタップタップ、マジでタップ。このマイクかっこいいでしょ、買ってん最近。チョコレート。いや食べれるかお前なあ。なんでそれ買ったの。いや一応やっぱ歌歌いたいなと思って、配信中に歌ってんの得意。いや何か、なんかリクエストある、なんか。いや、世界に一つだけの花。世界で一番弱いなりがちで、サウンドバークお疲れさあ。いドゥルドゥドゥドゥルルドゥドゥドゥ。はい、どうぞ続き。ハンナイヤのバトルの後に、はい、ミュートにしました。愛人のバラ、うま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 よ。愛人がいないとやってけない。はい、うま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 よ。愛人なんで止めてんの、ユーザーさん、うまうまよ。はい、ミュート解除。なんだ。よし、2番行くぞ。あと2人だ、行くぞ。おっせえ、早くしてくれんかな。それさっき俺が言ったセリフなんだけど、チビちゃんユーザーさんバラうま。さあ行こう、2番です。さあ、13人行くぞ。いいぞ。ナイス！ちょっと付け直してからちょっとあれやな、同説があんまりやな。ベン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 、私たちはしばしば願っています。なんて海外のやつやん。残り10秒いくぞ。ゴー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 。絶対に勝とうぜみんな。さっき4桁来たからね、ブロソロティビちゃんのアベフトがトゥルー、おいしい。アイジーホットドッグパクチョーピーバッパッパラッポアイバッパッパラッポ、アイジンのホットドッグガチうまい、最高最低最高最低。お前のスコアがね。やばくない、めっちゃ弱いやん。笑えねえっつうの、ちょ盛り上がろうぜ。
上げてこうぜタップもみんな。ラストバトルな。タップがマジで少ない本当に今の。お前とバトルしてたら同説減ったわ。さっきまで多かったに。そのセンスコアしか出てないもんね確かにね。じゃあお前も何も出てへんやん。じゃあお前が全然スコア出えへんからこっちもあこいつ弱えからあんま本気出さんとこうみたいな手加減してあげてんのよ逆にね。なるほどね。だって逃げたから逃げたやったやんさっきお前5分間で。おうそうだよ。時給に換算したら1円ぐらいやぞそれ。うんこれだけ見たらねその前にもらってくから。ちょっとあのドブ水の匂いしたんでちょっと聞いてませんでした。ごめんなさい。すいません。なんかいっぱいもらったんで今日大きいの今日も。え、なんて？大きいのいっぱいもらったんで。大きいのって例えば？ユニバ。え、誰からもらったん？いろんな人。あ、まあ今日は一人だけど、KGさんという方だけど。あ、知らんな。大体誰が結構応援してくれるの？いつもあのトップというか、大体頭入ってるでしょ。いや、もう日によって違うよ。あ、そうなの。ハートありがとう。日によって違うんや。だって今週とかも4人からユニバだからね。ありがたいね、それはね、ほんまに。特定の人ばっかりじゃなくてね、いいね、マジでありがたい。もう、他のみんなもぜひぜひ、ライオンというにも大きいな。キャーン！キャーン！なに？なに？ワーオ！えぇ？だからその長時間やっぱ頑張ってるから応援してあげたくなるんかもな。いやでも今日は長時間というかもう前半のうちにバーンって一気に1時間ぐらいで前半調子良くて後半は調子悪いんや。調子はうんまあまあまあ一旦落ち着いてる。うん、じゃあ別に今日はやらんくてもいいんじゃないの。明日とかに備えてみたいなはあんまないんや。いや、やるだけやるんや。うん普通にいつも通りやるよ。へえー、ほら PK 戦だから今。ああそっかそっか。あ選ばれたやすごいね。さあ、差し込み警戒です。これ、300コインぐらい。ラブユー、ラブユー、ラブユーか。はい！あー、うまっ！愛人のカウンター、負けた思ったけど。うまっ！こんにちは！ピストリー911、差し込み最後！え、うまい今の。うま。今のはうまいわ。今のうまい。いや、そっちも来たな。危なかった。ちょっと早かったな、来るの。タワちゃん、やりやがった。危な。多分1秒か2秒ぐらい残った状態でパワーがいったやろな。ああ。タワちゃん、0秒で投げなきゃ、こういうことになるんだよ。はい、ミュートでチューン。1位は、葵。葵、またグローブ違う人に持っていかれたね。いや、大丈夫。ちびちゃん、グローブ、うん、使っていいからね。また、ここで使ってっていう時に言うから、大切に残しておいてもらえると嬉しいよ。ちびちゃん、ありがとう。ゆきんこもありがとうな。はい、愛人最高。ちゃんと構えてました。偉いな、愛人、よちよち。うんまや。はい、結局、なりは、負ける運命なんで、ビクトリー。あー、マジで。ちびちゃん。最高すぎるわ。こんなプロソロのこと好きなんだ名前からしても。あ、俺が確か名前つけたんじゃなかったかな確か。この名前。そう。ね今日面白いしやってる？どうやろまあ4コレとかしたら面白いかもしれへんけどね。クロロ寝てるし、いや全然おらんで面白いやつ多分。まあ一回寝こらしとくかもうちょっと。せやねもまだ、この時間まだ少ないもんね。うん。まあ、なんか、プリン将軍も、あれやわ、やってるけど、なんか、顔面に来てやってるわ。プリン将軍、最近ユニバちょこちょこ飛んでるよ。あいつは、ユニバが飛んだら、まあ、チャオチュール食べたりとか、ユニバが飛んだら、なんかその、六本木に集合するとか、そういうなんかその、見返りがあってもらってるから。チャオチュールって何？チャオチュールとお前猫の餌やないかい。いや、わかるけど、あれを食べれるの？あれのマグロ味、昨日、ってか今日の晩か食べててめっちゃ笑ったわ。でも、あれって食べれるの人間。いや、食べれるっちゃ食べれるけど、めっちゃまずいらしいで。またユニバ飛んでるプリンに。え、やば誰が投げてんの？ジョイスティックやろ、多分。ジョイスティック。いやー言うてるやん。おーいって言われてんの。
いいな。ああ、今流れた。今来た来た来た。いやけどあれっしょ、多分どうせまた集合、招集かかってめちゃくちゃ飲まされるんだと思うよ。大変やな。だからそう、どっちを取るかだよな。俺も、結構飲み会呼ばれて、一緒に、飲みあるんやけど、まあけどそうなると俺、お酒弱いから、ほんま3日間かぐらい、配信休んじゃうからな。だそれがあんま良くない。さあ、10ポイント。なりってなんか、お酒の席あんま呼びたくないよな。なんで？なんでやろう。うるさそうやからかな。俺逆にめっちゃ静かだよ。マジでだるいね。愛人バラバラ。うま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 よ。愛人バラバラ。いや愛人お前そこもうちょっと早くせよお前。いやでもまだいかんやと負けるって。そう愛人バラバラ。オッケーオッケー。いかんの負けるから。愛人バラバラ。さあ22人。愛人以外も行こう。みんなこっちの枠脅威に思われてるみたい。いや別に脅威には思ってないよ。いやじゃあお得に勝てた方がええやん。あな。いや俺もう勝っても負けても盛り上がるからこれ愛人がしょうもないことしてるもうスピチャでクリアせんでもいけると思ってるわ1127、ハートありがとう達成してないぞよしゴー愛人な手加減やな愛人なあ花持たせてあげようとしてなええてな言い訳言い訳いや言い訳じゃないいやガチなケイちゃんとガチやねんだってその勝ち格の戦いも負け格の戦いも面白くないから愛人は面白いもん好きなもんななるほど。そしたらもうライオンユニバー行くしかねえな、こっちも。なんでやねん、お前。2倍でライオンユニバーもったいなさすぎやろ、ここで。ぶんないさ。そっちももう遊んでるやん。かわちゃんが遊び出したやん。今日もなんだっけ、レオンとライオン。うん。ね2倍で、3倍か行ったしね。バーレパーレオンとライオンが3倍できたんや。3頭か4頭もらった。3頭か4頭をもらったんや3頭3倍の時に30万スコア出たんやなそのバトル1回2回3戦ぐらいに分けてグイね前バトルで前バトルでレオンとライオンねすごいねだから今からまたもらっちゃおうかなえけどそれを投げてくれた人はもういないんでしょ今もう全然いないなじゃあ無理じゃんいや無理じゃねえからなりの時間って大体夕方からやからゴールデンタイムから7時とかそのくらいの間ああそうなんやへえじゃんけど日によるけどうん日によるよな喉痛いのダメダメでますさあグローブ使うまでもないよな勝てるよな普通にいや最後差し込むからチュ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 お前視聴者12人しかおらんやん普通にそうだよやばええプロトロの何人50俺40人に増えたわまあ俺自身がやっぱ面白いからうんでもなりのさ自分でその俯瞰的に見たいいところって何や長所は俺は自分は面白いところかなって思ってる自分はねもう元気だ明らか元気なところやろもう元気なところだ明らかそれやね確かにめっちゃ元気やわあとプラス思考落ち込んでるとこを見せないはい落ち込んでるとこを見せないうんけど歯の思考もめっちゃ溜まりまくってるからちょっとそれ見たらリスナー落ち込むかもなうわ臭い最近でも歯石取りも行ってないもんねの割にめっちゃ白いな加工ですけど歯石ってそんな取りに行くもんなの知らないけど半年に一回くらい行った方がいいんじゃないへえ、そうなんやあめっちゃ取れるからねいやもう汚ねあみんな差し込みな差し込み行くや差し込みやばいどこにいたあいじー思い出はいつも愛人だけどいや愛人ここはカウンター来ると思って先行やんケチったから負けてるやんほら舐めすぎたよそれはビクトリー向こうも構えてたからいや黙れよお前喋んなミュートやお前はい IG ごめんいや俺やったらここ先行行ってたこれはね絶対来ると思ったから俺はねあえて言わんかったのがごめん間違いやった HY ごめんなあみんなは取れてごめん、いやケチってそうやだから2倍の時に行けとったらね2倍どころで遊ぶから負けんねやで、ね、勝てた方が嬉しいでしょ負けたら嫌でしょちょっと
まあいずれにしろ2対1やけどな。ウロチョロ弱すぎビクトリー。けーいやいやいや、あの全然380コインしかさないから別に弱すぎじゃないよ別に。うん、まあちょっとプリン将軍呼んでみるか。よし、ユニバ飛んだから激アツタイムやぞ多分。どうやった、うん、そうね、団結ないもん、それはごめん。テンション上がってんじゃない、来るかな、どうやろう。来るでしょさすがに。プロソロプロソロ、今俺顔面に銀買って、で顔面に銀負けたから俺の推しのコンカブでこっちシャンパン入れるから。ビクトリーキキキキー。ちなみにプリン将軍のユニバもらった瞬間プロソロと見てた。ユニバ飛んでなかった、ユニバ俺との時にジョイさんがユニバ飛ばした。うん、それはあの六本木かどっかであの消臭がかかるためのやつじゃなくて普通に勝たせようと思った。だけどシャンパンもかかってたからね顔面に。ああシャンパンなんぼすんの。いやっても一番安いのでいいから、まあ 1万ちょいとか多分2万ぐらいだと思う。まあレディ2、3万ぐらいじゃない。まあ2万、2、3万あればもうセットも払って、うん、シャンパンも入れられる。へえー、じゃあ俺もなユニバ飛んだらまあ顔面に来な。そうやな、おい勘弁してくれマジでやばいからこれ。おいどうなってんねん。さあ画面立ってやろ。さあみんなタップお願いします。どうしようと、なんで4コラになってんねん。まあだからとりあえず顔面に来て、あのね、ちょっとスケジュール合わせていくぞ。最後みんな明日何、明日何日。あ明日はね17、明日17はた、あえ明日多分明日大丈夫、俺は多分大丈夫です。あ本当に、じゃちょっとジョイさん確認してみるわ、うん、俺は一応空いとる。18時ぐらいさ、あれやね、俺顔面にずっと確認したかったから、そのしょっちゅう小ユニキとかあの勇者レオちゃんとかに名前書いてた。あれなんなん、あれは本人公認済み。いや、公認、いやいやいや、公認かは知らんけど、ね、何で書いてないやろ、あるな。みんなこっちだけゼロ点やつ。絶対公認得てないやろ。な公認公認。絶対公認を得てなんでしたん？これで。気分。気分。めちゃくちゃだるいやんそれ。うん、だ今次何しようかなと思ってプリンにバトル買ったから、あのプリンオワコンって名前にするから。いやいやいや、じゃ俺に俺2回勝ってるけどお前に。オワコンオモマ。最初のバトルもなかちゃん差し込んでくれて勝ってるしね、2回目はジョイさん。あれ俺勝ってなかったっけ。いやいや俺勝ってるよ。あれ勝ったっけ。おふざけて、もなかちゃんがスポーツカー投げて勝ってるわ俺。あれ勝ったっけ。差し込みで、うんうん、で顔面が、顔面が勝ってるのはあの顔にできた傷の数だけ。うん、あ顔面もうあの治りかけなん、どんな感じなん。治りかけもうないよ、見る。ないんやね、うん、もうないよほら。おお、いいやいや、綺麗になってきて、だいぶ薄くなったね。でもないよ、うん、まあ、プロソロの髪もだいぶ薄い。今あれなんだけど、いやどこがやねんお前も、うん、あげやないか。みんな立ったら立ったら、いやすいません、いいよ、すいません、ナリ君もベジータです、はい。うわうわうわ、うん、あんた一番ベジータなのよ。あプロソロってこんな髪型だったっけ。いやじゃあ俺はあの毎回髪の毛をあれやで、セッティングせずにこれで隠してんねん、うん、あ、そういうことか。そうそう、人と会うときはちゃんと下ろしていくんやけど。あ、なるほどね。そうそうそう、プリンとは違って。さあ、370ポイント高いぞ。370いけんのお前プロソロ、お前サボってたけど。いやいや、お前がいけよここは。さあ、諦めたらあげる。諦めたらあげる。じゃねさん、あどうぞだよ、ありがとう。センキューのお母さん、ありがとう。諦めなんからだ、あげる。なんか普通のやつにして、普通のやつ。さあ370。アヒルだから普通のギフトにしよう。アヒルいらないんで普通のギフトにしよう。プリン将軍が話にならうるせえな。うわぁ、ダリー。プリンさ、プリン。最下位やないか、こいつ。いや、でもプロソロ見て、プロソロ見て。プロソロ見て、あのプリンが最下位だから。おぉ。ああ。大空プリン。やっぱユニバ一回飛んだのは最高じゃないですか。ユニバ飛んだのはたまたま。たまたまな。たまたまじゃねえよ、うるせえよ。一発屋芸人ってことよ。だって、ほら、ユニバ飛んだってスピーチャーくらいできたいもん。ああ、それはそうよな。じゃあスピチャやいけいらねえって話なんだよ、結局。そういうことだよ。でもこれで、でもこれでスピチャなくて30やってたらマジクソだないぞ。あだから俺らは差し込みなんだから。だけど、モナカちゃんもジョイスティックさんもいないからもう負け格やん。もう負け格、負け格。
ざけんなよ。あプリン負け額。おお。チーム編成ミスったわ。いや、てめえが組んできて。あ、ジョイさん、お帰りなさいませ。は？お帰りなさいませ、みんなのスティックさん。あ、入力中じゃ、ありがとう。みんなのスティックさんに伝言があります。僕に、みんなのスティックさんからユニバが飛ぶと、プリン将軍が、チャオチュール1本食べてくれます。いや、なんでお前に、今度俺今日、チャオチュール1本食べてくれます。昨日それぞれ食ってんだから、やめろよ、お前。あれ、スティックさんが僕にバトルを勝たせてくれると、プリン将軍坊主にします。じゃあ、お前、てめえも買えよ、チャオチュール、お前、普通に。プリン将軍、それは俺はプリン将軍負けたら坊主にします。チャオチュール買えよ、普通に。プリン将軍に負けたら、なんでプリン将軍負けたら坊主にします。プリン将軍、そういうことね、はい、プリン将軍がこのバトルで再開、プリン将軍がこのバトルで再開やったら坊主で、ね、あ、そういや、するわけねえだろ、仕事できないからね、プリン将軍で、大事な案件あるんだよ、今月末大事な案件あるんだよ、じゃあ、眉毛全剃りします。いや、俺違う、だから俺アートメイクの案件もあるからできねえんだよ。あ、ニルクチャーハいいじゃん、いいじゃん、てめえと違って案件めっちゃ来てんだよ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、プリン、しょうもね、じゃあここでリバなんかして案件で来た。2倍もそんな、うるせんだよ、お前な、差し込んだら勝てる、ガチで。おい、プリン、お前諦めんな、あと10秒ある。プリンにギフト投げたら海の中に1時間いるの深海な、うん、深海のもんな、ゴリラさんバルンマ、深海のくさ貧乏にありがとうございます。そしてはい、言うとり感じます。いや、愛人、いや、ちょうどよく勝とうとしてくれてんのはわかんねやけどな、追加でそのこうへんかっていうねのちょっと考慮するとね、241コインの差やったかな、1500コインやったな、必要やったのはね。いやけどありがとう、トラベルね、できてよかった、ごめん負けちゃった、入力中もありがとう、ザ、なんちゃらさんもありがとうね、ごめんね、坊主しねえ、うるせえよ、黙れ。じゃあプリン、じゃあプリンあれね、眉毛全剃りかしねえよか、横五輪のスキンヘッド、いやいや横五輪、横五輪っていうか、横は俺いつも剃ってるよ、ここは。あ、じゃあ、そこに、マジで、そこに、そこに、何やねん、何言う。そこに、剃り込みだよ。何やねん、は剃り込み。関取みたい、こうやったら。関取みたい、うるせえな、なんか。うん、あ、まあ、とりあえず、プリン、お前2桁で、まあ、俺だけ4桁やから、ちょっと、底辺 TikTok の皆さん、お疲れした、またな。はいはいはい、じゃあね。そう、1人だけ4桁でした。ありがとう。青いないとやってけないから、ありがとう。青いちゃん大好き。結婚しよう。ニコラしたいんやけどな。ニコラ。プリンとニコラしたいんやけどな。うん。プリンとニコラしよう。いや、愛人吐くなよ。なんで帰ってくんの、お前、うるせえな、こちょこちょこちょ。あ、お前はな、1対1で倒すのが一番ちょうどええねん。いや、ちょうどええねんじゃねえんだよ、お前、うるせえな。あ、さあ、みんなタップタップからお願いします。これ見て。お、なんで、なんそれ、これ、金色のマイク買って、うん、何使うの前、え、何使うの。美しい人生よとか歌うときに、え、別に入ってなくね、音、それ意味なくね。だから、ね、その、美しい人生よより、美しい人生よのこの、歌ってる感出るでしょ。さ、行くか。タップタップ、こんにちは。ま、お前、東京来いよ、遊びに。え？何のために？いや、まあ、とりあえず来いよ。うん。休憩してちょうどいい。うんうん、歌下手やな、そうやな、アダムさん、そうやな、歌下手やな、こいつな。まあ、俺は歌うまいよ、歌手だから俺、うん。いや、ちょ、お前は、歌は出してるけど、そんなうまくないよ。スミカちゃんが参加しましたよ。なんだって、スミカちゃん。スミカちゃん、あ、さっき顔面に聞いたんだけど、ごめんね、つなげられなくて、ごめんね、またつなごっか、うん、いや、またつなげ、鬼じゃ、スミカちゃんは、スミカちゃんスミカちゃん、ライフだよ、走り出し、スミカちゃんが近わいい。愛してるぞ、スミカ。スミカちゃんちになんか結構みんな集合してたね、この間ね。ね、スザクとゆかりちゃん。ね、まあ、スザクと、そうね、ゆかりちゃんとね。あ、スミカちゃん、ごめん、ごめん。あ、うん、浮気すな、
HY さんのキットカットパクチョ。さあ2倍です。ネフリンの方が好きってこと、スミカちゃん。まあ正直俺の方が面白いし俺の方が賢いから、まあスミカちゃんとこのジュンちゃんとトワちゃんのためにも俺と仲良くなった方が得られるものは多い。なんでなぜなら俺は大卒でこいつは専門卒だから。まあけどこいつは道徳力がないからな。道徳とかよ、お前抽象的な概念でお前人間力を押し上がれると思うな。ごちょごちょ流すな、お前。俺はお前管理の資格も取るからお払いもできるわよ、お前。これは俺実家寺やからいつでもお葬式あげれるわ。黙れお前。いや、葬式はそんないつでもあげません。お前の親戚なくなっちゃったらまあ行ったるわ。いや、お前じゃ成仏できねえだろ絶対に。お前も成仏できねえよ。成仏できねえわ普通に。お前も無理だよ。ご来場さん、あしだろ、結構やったろ、オッケー、オレーや。まあまあ強いね。さあ行きましょう、夏だ。あ、しょうもないお湯が入ってきた。しょうもな、お湯はほんま、なんか引っ越したいとか言うてたけど、うん、またなんか なんでやねん。クレームでもあったんかな、金ないのに引っ越して大丈夫かっていう。なんでクレームあるの、だってドラムできるような部屋借りたんやろ、だってもともとこの。何があったんかがよくわかんないんだよね。うん。さあ、行くぞ。え、てか、あの、今後のなんか予定とかあの、東京のなんか飲みの。ああ、明日ジョイさんと飲み。また飲むんや。うん。ジョイさんと飲みすぎやろ。ジョイさんとめちゃくちゃ仲良くなっちゃった。めちゃくちゃ飲みってる。あ、ユタシお疲れーや。ユタシ頭痛いとか言うてたで、そういえば。あ、そう、大丈夫。うん、頭痛。うん、頭痛。なんか車にあったんじゃないかな、頭痛薬が。車にあった、車に頭痛薬あって、なんかあのさ、プロソロユタシがさ、ずっと言うにさ、あの、俺がおごったラーメンまずかった言うんだけど、ユタシが。は、ユタシがずっと言ってくんのよ、まずかったねっ。いつおごった、いつおごった、きっとかった、ありがとう。大阪の時かな、あの解散した後、俺、ああ、こなちゃん、うん、俺がそのまま家行ったやつな、タクシーで。で、俺、そう、ラーメン代出したけど、みんなラーメン残してんの、俺がおごったラーメン。みんな残してまずかった。え、なんていうラーメン屋さん。いやけど、寸胴屋だから、別にうまいはずなんだけど。寸胴屋な、まあまあ、別にそんな、仕入れてうまいかっていうと、まあ、普通くらいじゃない。いや、てめえが抜かすなよ、お前。うるせえわ。俺、二郎系ラーメン以外食べねえから。知らねえよ、そんな、おめえの好みだろ、うるせえよ、黙れ。お前、豚骨ラーメンのスープ、出汁で使っとけよ、自分。いや、おめてめえがな。うん。鬼まずかった。いや、言わなくてええやろ、言い出して、そんな。ピカラハートミンキラーン。鬼まずかったって。鬼まずかったよ、別に言わなくてええやろ、そんなんの。スミカちゃんが、帰ってきてくださいました。なんだって。スミカちゃん、その晩、無料で教えてあげるよ。勉強もできる子にしてあげるよ。ね。いやけど、お前は家に入れなあかんから、それが一番リスキーなんで。分かった、じゃあもう目隠ししていくわ。そしたらもう分かる、ここはどこ、私は誰で。クロちゃんじゃん、もうクロちゃん。クロちゃんです。わわわわって。いや、うん。あ、何やこれ、お前。舐めてんの、お前。モフィアハートありがとう。かかってこいよ、お前。負けてるぞ。かかってこいよ、ちゃんよ。差し込みな。みんな差し込みで育ったら食われるぞ、プロソルに。確かに危ないよな、ユタシ。え、なんで、どうするかじゃん。お昼休み、休みかも。やばい、これやっとさ、やばい、ホトドッグ。ラスト、差し込み、差し込み、ホトドッグ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 、バラ、まま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 まあざい、ビクトリー、キュンキュンキュン。普通に負けた。オッケー。そうだったら食われるのってない。あ、スミカちゃん、ありがとうね。食わへんわ。俺別、あれやで、子供をなんか、あれや、恋愛対象にしたこと一回もないから。はい、スミカのお姉ちゃん、差し込みっていう概念知ってる？え？国語算数理科社会、英語、差し込みやな？大事、主要な科目だから。差し込んだら勝ってたのに、え？勝つことが正義だろ、ね、子供に教えないと、スミカちゃん。親が負けてちゃダメだろ、なんつって。でもありがとうね。HY もモッピも、みんなまとめて賛成した。うっす。多分スミカ寝てたら教えるのやめてプロソロに押され、確かにない言うたし。え？その通りや。うん。危ないよな、マジで。何するか分からんからね、こいつ。もう。いや、それはそうでしょ。いや、けど、プロソロってけどあんまりなんかそのね、年がさ、その若すぎる子はあんま興味ないんじゃない？いや、ほんまやで。純ちゃんとトワちゃんには別に何ら興味ない。俺そういう。いや、それ興味あったら、やばいやつなんだよ。やばい、うん。だスミカちゃんが寝てたらちょっとワンチャンあるけど。いやスミカちゃんが寝てたらワンチャンあります。危ないです。スミカちゃん危ないで。やっぱこいつ危ないわ、部屋に入れるの。
スミカちゃん寝てたらワンチャンあるって言ってますこの人。いや違う、ワンチャンあるっていうのはその、うん、じゃあスミカちゃんの耳元でこう言いしちゃったんだってそのな歌うかどうか。いいな、あシェイタンちゃんプリンショーがかっこいいよ、ありがとう。お前たまたま1回が出たのしょうもないからマジで。いやいや結構勝ってるわ最近、うん、4連勝か。てかすごい、あ思い出した、お前が昨日さあの日刊に入れるからランキングオンにしろっつって俺ランキングオンにしたらこいつさお休みっつっていなくなったんだけど、みんなやばくない？けどその後みんなのクマちゃんからちゃんとユニバもらってたからええやん。いやそれは違う、俺がちょっとなんかユニバ飛んだら俺が盛り上げてあげたことすみかちゃん違う、それはなんかユニバ飛んだ、まあ、スミカちゃんのことあんたでもいいよとかお前ふざけた口聞いてんじゃねえよ、ごちょごちょ抜かすんじゃねえよお前、これスミカお姉ちゃんに対してよ。いやいや中村さんのあれあんたでもいいよだろお前、これだからそのね、バン中村さんのモノマネをすな、お前体型全然違うんやからそこは。いや別に全然違うかない、あの人は割とごつめだからな。スミカちゃんとスミカちゃんの娘さんを幸せにできる力がお前にあんのかって話なのよずっと。いやそれはないでしょ。いやお前はないよ、俺にはあるんだよ。じゃあてめえ幸せにできるわけ？できるよお前。できるわけねえだろお前。ああじゃあお前金ねえくせにお前、金のねえやつがどうやって幸せにすんだよ、じゃあ言ってみろよ。えだから俺がね、あの純ちゃんとトラちゃんに勉強を教えてあげる、あで TikTok での成り上がり方も教えてあげる。ああ大丈夫です、ちゃんとしたあの家庭教師とかいるはずなんで大丈夫です。じゃあお前は逆に成り上がり、あんたみたいな、じゃあてめえ東大とか出てるわけ、東大とか出てる家庭教師つけた方がいいよ。ああじゃあフラッシュなんだよお前、てめえお前俺ああお前何も日本一取ってないよ、ね、お前計算なんて電卓使えばいいんだよ今の時代は、これお前、はい、じゃあいきますよ、いらねえよお前電卓、はい、4分の1引く3分の1ご当時抜かすなお前、はい、マイナス12分の1です、はい、マイナス12分の1です、電卓持ってもって正解です、ピッソリー、ピッソリー、お疲れ様です、お疲れ様です、はい、しょうもない、残念戦没、はい、しょうもないこいつ、はい、しょうもない、お前がな、お前はい、お前髪切れない、お前髪切れない、お前美容師めいやお前キュービーハウス行った一発やろ、あキュービーハウスや、違う人の髪切れねえだろお前、よ俺は髪切れるわこらお前、おいああ お前その髪型なんやねん、お前カツラやないかい、カツラじゃねえや、マルスや、まあ、アート姉ちゃんいけよお前、てめえがなお前、ゲイハー、俺は行かなくてもやよ、ゲイハーやお前、ゲイハーやお前、ヒーハーみたいなテンションでお前受けてないでそれ、こちょこちょお前、うん、さあさあ260ポイント何誰がいける天才募集中39人さあ誰かいける天才いるか行くぞ、いやでちょはい、お前も行っていい、もうやめよ、ほらやめよ、いやスミカちゃん私うっさうっさって入ってないねん、入ってないねん、いやええよじゃあ返せよ、文句になら返せよ、えこれさ文句じゃない入ってないっていう事実を確認しただけだけど、いや入ってないって文句、なんでそんなお前やっぱ道徳心がないわ、ちょ天文卒やから人の心を読み解けないんだわ、てめえお前センター試験の国語をちゃんと受けろな、いや今からでも受けたことないんだよ、そうな、お笑いでも受けたことない、いやなんなら俺センター試験も受けたことないし、お笑いでも受けたことないもんな、すいませんプロゾルさん、はい、受験したことないんですよ、うん、だから受験したことないってことは今までの高校の推薦で専門の推薦なんですよ、うん、俺ハトミキラすごいじゃん、うまえそうだから推薦入学だから、ね、俺ないのよ、一回も受験したことないの俺、そういえばえなんでそうやって逃げ続けてきたん人生、違う違う、俺なんか生徒会やってたから生徒副会長で中学校のことで高校生徒会長だったから、うん、なんか推薦使えるよっつって、うん、そしたら面接だけで合格したから、じゃあ俺もずっと生徒会長やりつつもちゃんと勉強も頑張って大学入ったけどな、あれ生徒会長やってたのお前、うん俺も中学 1,2,3 ずっと生徒会長やってたよ、もう絶対嘘やんそれ、いや嘘じゃねえよお前、え中1から生徒会長なわけないよ、中1の時にいきなり生徒会長になって、いやもう絶対嘘やんこいつ、いや嘘じゃないよ、どうやって痩せたのか教えてほしい、ね、食べるものをね変えましたよ、嘘じゃない証拠教えたのか、あの生徒会長とあともう一人副会長でなんかその会議やったんやけど、うん、でその副会長の子が女の子でね、俺その時に中1はなれないよ、中1はなれない、副会長に喋りかけたらちょっと喋りかけんといてもらっていいってめっちゃ言われて、いやかわいそうもうかわいそうよ、俺めっちゃ嫌われてて女にガチで話しかけんねんもうなんて話しかけ、うん、すっごいこの、うんうん、俺が喋るとすっごい嫌な顔、うん、すごい嫌な記憶、そう食生活大事だよ、はい、なんか食べるものとか食べ方とか大事だよ、お前さダイエットして100キロ超えてるやつにダイエットについて聞いてもいいんだよ、いやさ35キロ痩せましたけど、いやお前さそれは35キロ分の無駄なカロリー、無駄な、てめえも無駄なカロリーあんのに痩せてねえじゃん、
俺92キロで全然お前より。え？じゃあ絞れよ。まあ俺の92キロにお前がなったら30キロぐらい無駄じゃん、お前の92キロも。いやじゃあお前100キロ超えてるやから、お前の方が無駄。だから、いや、てめえが太ってるくせに。人の振り見て我が振り直せって言葉を。てめえで痩せろよ、普通に。お前は俺より太ってんねん、痩せたとしても。関係ねえだろ。俺の方が、ちょ、みんな、ちょ、負けるぞ、出かけ離れの、ミーバル。さあ、これ勝つぞ。確かに同点っぽくね。いや、すみかちゃん同点にしようとする。すみかちゃん同点にしようとすな。同点。すみかちゃん。同点。いや、釣り負け。いや、誰だ。負けだけど。おい、同点にするくだりちゃう。ミーバラム。最高。すみかちゃんありがとう。ひろたまちゃんありがとう。ピカルありがとう。ぴよぴよさん、しんちゃんちゃん。やつちゃうんだ。ゆきんこちゃん。HY で。配信向いてないですさ。はい、ランホの皆さんもあるぞ。配信向いてないって、なんかポージーじゃなかったっけ確か。え、これポージーさんなの？なんかポージーっていう名前じゃなかったっけ？違うか。いや、ポージーさんで、だけど配信向いてないにしてもあんま書かん方がいいんじゃない？ヨンコラか。ヨンコラしよう。誰かいる？ヨンコラ、そう、呼びたいやつがいないわ。いや、同点するのむずいよ、すみかちゃん。うん。それはもう同点は難しいよ。だってラストのね。同点は深夜3時を誰も見てないと思う。スザクやってる？おー、スザク呼ぶか。うん。スザク呼んでみよっか。うん。どこいる？スザク。あれ出てない俺、スザク。いる？招待オフにしてんじゃん。招待オフかもね、うん。だけどほんま、コラボしたいやつがマジでいない、この時間。うん。まあ、クロロ呼んどく、とりあえず。けどクロロ寝てるっぽいで、多分。あ、そうなんだ。まあ、読んでもいいけど。まあ、ちょっと一旦読んでみるわ、クロロ。まあ、あとは誰だろう。金子さん、あ、ウォン会長とか。ウォン会長でいいんじゃない？ウォン会長呼んでみる？クロロはもう思いっきり寝てるわ。けど、ウォン会長来てくれなそうな気するけどな。なんか2900人見てるから、なんかやってそうだな。やってんな。ああ、うん、やっぱ断られた。じゃあ、まあ、ニコラでいっか。まあ、パンダ先生とか。ああ、パンダ先生な。うん。パンダ先生、強いからな。絶対パンダ先生とチーム組もパンダ先生呼んでみた。うん。うん、あ、先生おはようございます。あ、先生じゃないですか。よろしくお願いします。おはようございます、先生。あ、誰？また髪色変わったんですか？誰？あ、パンダ先生の、息子です。あ、いやいや、ちょっとお父さんにお小遣い送ってくれないか。あ、それはそう。いや、あの、ね、サブアカでユニバースを頼むわ。なるほど、なるほど。先生、それはそう。お父さん、すいません。僕、ちょっとまだ、あの、未成年というか、二十歳行ってないんで、ちょっと仕送り欲しいです。行ってるだろ。月100万欲しいです、お父さん。行ってるだろ。って何？お父さん、聞こえる？お父さん？パーッ！なんだって？あんたって？お父さん、お父さん？パーッ！ 100 万ちょうだい。すいません、何のダンス？南玲香です。は？南玲香です。はい、精神科を受診することを強くお勧めします。はい。なんやねん。なんやねんじゃないでしょ。はい、パパさん、お疲れ様です。あれ読めばいいんですか、これ。あ、誰がよろしくお願いします。プリン将軍が呼びましたね。いや、なんか4コラっていう話だったんで、すみません。まあ、4コラの方が盛り上がるでしょうって話で。呼ばせていただきました。ちょっと盛り上がるおばさん呼ぶよ。はい、あ、そうですか、はい。ありがとうございます。すいませんね。あ、こちゃーす。こちゃーす。あ、よしよしよす。おしょしょーす。ザ・ W 出てたんですか？あ、W は出てない。これ、今年挑戦するんです。あ、そうなんですね。そうなんですか。そうなんです。はじめまして、よろしくお願いします。フォローしました。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。クイック、これ。クイック。パンチャマンさん。クイックじゃないでしょ。誰が呼ぶかって言ってから呼んでるんですから。その首にかかってるものをかぶってからバトルしてくれる？何ですかそれ。あ、パンストスか、もしかして。あ、そうなんです。あ、じゃあちょっと軽く自己紹介してもいいですか？はいはい、お願いします、はい、ありがとうございます。私はね、茶色の国の妖精、そしてパンストアイドル、そして私首だけの末裔、そして大活躍中の笑うと銀歯が光る。誰がラグイ？パンチャマン、仲良くしてください。んお願いします。もう終わりですか？なんかネタ記事を見てみたっけ。すみません、パンチャマンさん、うちのプロソロバンプレイヤーももともと吉本言いまして、ちょっと自己紹介あるんでお願いします。いいですか、見てもらって。自己紹介ですか、はい。まあ、フラッシュ暗算で日本一僕2回取ってまして、フラッシュ暗算ちょっとじゃあ今からやりましょうかね。見えるかな、ちょっと待ってくださいね。これ、あ、逆になってますね。はい、はい、あ、間違えました。はい、じゃあ行きます。
これ全部足します。はい、これの答えが8092ですね。みそふろさん頭の中ペア日本一ですけど何かチーズ。はい、まあ、僕は面白くて頭もいいし、ニュータンちゃんおはよう、日本一取ってるんで最強なんですよね。でプリン将軍も面白い自己紹介あるんでどうぞ。いや、僕もちょっとオフィス来たので、はい、芸人やってましたんで、じゃあちょっと一発ギャグやらせていただきます。はい、グーチョキパーでーグーチョキパーでー何作ろう、はい何作ろう、はい右手がチョキで左手がパーでノノ。パー、滑り散らかしてすみません、じゃあパンダ先生と僕で組みます。すみません、人生勝ち組のコンビで組みます。ダンカンの弟子です。すいません。よろしくお願いします。ダンカンの弟子です。すいません。ちょっと何言ってるか分かんないです。すいません。いやいや、何言ってるか分かんない。パンチャマンちゃんとかぶってくれる？オッケーです、オッケーです。さあ、みんな立ってたからです。これでも遅く。カーメンヒロキって誰誰ゆうてちゃん、下げ、いや下げないで。どこでやったんですか、こんな面白い言い方と。私は…私はなんすか、はい、そう、私はパンストアイドル、ずっとセンターを張らせてもらっています。スミカちゃん、お昼休みはウキウキを…ありがとう、バラバラみんな、タップタップタップップタップよ、タップ。え、なんか…プロソバーメン、どうにかしろなんか…どうにかしろ、お前が…持ち感半端なくないですか。お前が笑いに変えるんだよ。珍しい、スミカちゃんがいるじゃん。そうです、スミカちゃん。いや、お前が笑いに変えろよ。お前が変えろよ、お前。普通に平場弱いよ、お前。お前平場弱すぎやろ、お前。こんなんでね、お前に言われたくねえわ。なんか大久保佳代子に似てますね。大久保佳代子、あ、そうなんすか。いや、大久保佳代子さん、私に失礼でしょ、私に。ゆうたちゃん、バランマ22人ゆうたちゃん、バランマ、ありがとう。ダルマさん、こんにちは。まずないんだけど、ね、さあ、ダルマさん、バランマ、パンダ先生のリスナーさん、俺のところでバランマ、ひがじんさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。みんな、みんな、ありがとう、ありがとう。オレンジハート、ありがとう、ありがとう。これやばい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 、オレンジオレンジオレンジ、やばい、22って、きついか、これは。これきつそう。はいはい、マッコー、はい、マッコー勝負です、マッコー勝負です。はい、正解です。はい、どっちも失敗しちゃったんで、パンチャマさん、ちょっと一発ギャグお願いします。はい、失敗です。もう欲しがり屋さんなんだから。あるんですか、パンチャマさん、一発ギャグは。あなたたちが今日、そして明日、そしてこれからの人生、輝かしいものでありますように。呪文かけちゃうぞ。はい、やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。教えてあげるよ、君だけのやる気スイッチ。あ、それ大丈夫ですか。え、あ、大丈夫ですか、びっくりした。大丈夫ですか、今の。びっくりした。大丈夫です。今ちょっとやっちゃったかと思ったら、びっくりしたの。え、今の何？え、やる気スイッチ。やる気スイッチだな、本当に。大丈夫か？プロソロどうにかしろ、お前！プロソロ、ひだま弱いんか、お前、どうにかしろ！お前が笑いに変えろ！俺らがもらっちゃう可能性あるぞ、うん、笑いじゃなくて違うやつをもらっちゃう可能性あるぞ、うん、大丈夫、これ何回もやってきてるけど、これで、ババン、バン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 にはなってない。大丈夫だよ、うん、そのうちなりそうだよね。そのうち、ほくろですか。ほくろ、え、いや、その、この、え、腕のやつは、もうご飯じゃないわ、うん、チンギさん、いや、違うわ、やる気スイッチ、やけど、やけどじゃないわ、チャーハン、チャーハン、根性焼きみたいな言い方しないで、うん、さあ、プリンが全然喋ってません、うん、これが芸人を辞めてしまった男のマスロです。ありがとうございます。さあ、残り1分40秒や、行くぜ。ごめんなさいね、やっぱもうちゃんと今芸人でね頑張ってるね、女芸人さんも。いやいや、もうすごいですね、確かに ね、 やっぱ TikTok でも結果残しよう、僕も面白いんですけど、このね、若めみたいな髪型してるね、このね、豚将軍だけがね。誰が豚将軍やね、これは。お前お前、そのまま、それ悪口だ、悪口、悪口、先生、悪口ですよね。豚ってコラーゲンがたっぷりで、尊敬するんですよね。間に合わないけどね、泣くのもね。確かに、嘘泣きを。あ、うるせえ。さあ、残り1分。ありがとう、バラ、ありがとう。あと1分よ、あと1分、あと1分。
みんなで行こうね。さあタップマナーの方みんな立って。さあ、さあ行くぞ。何が飛ぶかな、何が飛ぶかな。楽しいんだよね。ゆたちゃん。ファーストかぶるとね、同説が減るのよ。そのとおり。やべえやつが映ってるみたいな。どんどん減ってゆく。熱強すぎて虫だこめ。強制的にオールバック。ありがとう。ママ、ナイスクラッカー。ナイスクラッカー。あと25秒よ。あと25秒。あと20秒よ。おめでとうございます。ザ・W1 回戦敗退です。ありがとう、ありがとう、ありがとう。さあ行くぞ。ザ・W1 回戦敗退です。ちょっと今、私、6-9だから、頑張っていこう、頑張っていこう。言うな。大丈夫か、それだから。大丈夫か、ずっと、ほんま。ゆうきーたー、ナイス。ちょっと危ないぞ、それ。ナイス。差し込みーナイス。いやー、なんでも、差し込み一人もなし。ビクトリー。うちはあったよね、キットカットがね。逃げたやん、そっち二人とも。ミスナーやる気ないやん。だよねえ、じゃあありがとう、ピカルありがとう、ヨシカありがとう。ありがとうでかいぜ、もう向こう逃げたで、なんかもらえそうでやだわ。ルナちゃん、はじめまして。かわいいな。ありがとな。スミカも、さすがだ。大好きだぜ。チビちゃん、タク、ブルース、カオル、みんなまとめて。はい、完璧で究極の圧倒的すぎる。そして、キッコンタがいなきゃやってらんない。キラ、ありがとね。ああ、のぞみバラありがとな。あと 5.5K で日韓入るわ。嘘。はい。よかったよ。これは入りそう。ちょっと、俺日韓入るのにあと424個ってなってるよ。424コインですか？ほんまだと。じゃあもうね、ランダムキットカットで入るじゃないですか。ランダムキットカットで日刊入るね。マネーガンでもなんでもね。俺何まあプロソロ入れたれよ、パンダ先生お前。だから、じゃあプリン将軍が俺にユニバー10発投げてくれたらいい。なんで10発投げてんだ。俺まだ日刊全然。お前が先生にランダムキットカットなんだ、おかしいだろ。早いの外やから、俺全然今金ないから。ナチさん、こんにちは。パンチャマさん、めっちゃ面白いけど、なんか。あれですね、全然ギフト飛んでないのやばいですね。うちあんまり、私こんな面白いのにね、なんで伸びないんだろうって思ってた。リスナーにたかられてるから。逆にですか？やば、リスナーにたかられてる配信者だから。逆にですか？焼肉おごれって配信者います？そんなパターンあるんすね。それやパンダ先生だから、パンダ先生がきっかけ作ったのよ。そうなんですか。今日、今月の5月21日に、パンダ先生とそのお仲間で焼肉を食べるって話をしたら、そうしたらね、こいつらがさ、こいつらみんな、おごってくれんのとか言って、なんか、みんなおごれとか言いやがって。なるほど。だけど、一番金持ってますからね、パンチャマさんがね。いや、そんなことないよ、そんなことない、そうだよね。なんでよ、ちょっと、いや、流れはそっち。毎日見ますもん、パンチャマ。パンちゃん、あれパンちゃんさん。いや、もう名前言えてないのよ。名前言えてないのよ。パンちゃまか。全然名前言えてない。いや、いやけど、パンちゃまさんちょっと弱すぎるんで、あ、けど、パンダ先生と僕強すぎるんで、ちょっとチーム変えますか、これじゃあ。じゃあ、俺が、預かるよ、この辺なの。はい、じゃあ僕、ね、イケメンと、イベリコでちょっと組む。誰がイベリコやねん、お前、これ、おい。おい、毎回大昔してんじゃねえよ、お前。ちょっと切り返し考えるぞ。切り返しや。あんま、そういうお前。パンダ先生がね、同じチームなの。これはね、大丈夫。安泰。安泰。じゃあ、プロソリ行けよ、頑張せよ。頼むぞ。いや、お前。向こうにほら、変なカビゴンと変なのいるからさ。足引っ張んねよ。カビゴンじゃないですけど。変なのじゃないですけど。余計ひどくなった。いや、ひどくないですけど。シナモロールだよ。こんにちは、よくいるよね、そういうクラスに一人ぐらいそういう寝癖の人。だけどパンダ先生も頭の上に雑巾乗ってますけど、それなんか子供からもらった。さっき拭き掃除してた。いや、拭き掃除したな、頭真っ赤。拭き掃除したゴミを全部頭に集約した。ゴミを拾うと運がつくんだって。ちょっと何言ってか分かんなかった、すまね。のりたまんさん、こんにちは。普通のことはやってないんだよ。みんなタップタップ。あ、薬局さん、お疲れ様です。みんなタップ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 。さあ、みんなタップタップからお願いします。38人団結でいきましょうか。さあ、タップタップタップ。
みんな行こう、みんな。みんなスピタルバーでね。はい、タプタプで、まずは。お疲れ様です、ピチさん。かわいい、私を見たいもんね。パン、いや、パンダルゲージョン。あ、パンダ先生のやつあるんですか。かっこいい。パンダ先生とその、パンチャマさんの、ね、出会いって普通に配信してたら出会ったんですか。あ、パンダ先生のところに私が行っていて、うん、ああ、配信で、うん、あ、違う、いや、なんかその辺歩いてたから、救急発車すごいよな、ナンパじゃなくて、そのパンダ先生の配信にパンチャマさんがあのね、行ったんですね、普通にね行ってて、で、通い妻みたいな感じになってて、通い妻14人、うん、で、まあ、通い妻やってたら、そしたらなんかいつの間にか、なんか家事とかいろいろやるようになって、ほんまに、むちゃみれいか、こっちです、動画禁止になりました、え、なんすか、はい、え、は、ん、あ、ん、みなみれいかなんすか、ブルースバラム、あ、2倍の2倍、2倍いった、2倍いった、ゆきこちゃん、バラムマン、ありがとう、さあ、バラいける方で、バラお願いします、あ、みなみれいかちゃん、ゆきこちゃん、偉いね、みんな偉い、偉い、プロソレ系よ、バラ、うざー、あと11バラ、これちょ、お前、バラいけ、お前、バラいけ、いや、これ、バラきついぞ、普通に、まあ、一旦、ちょっと、サバカリ、ピンコバラムマン、ゆきこちゃん、こちゃす、ちびちゃん、ルナちゃん、バラムマン、さあ、あと4人バラ、暴れない、ジュージュありがとう、ハピクミン、いやーマジはユキコちゃん、おー危ない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 、みんなナイス、ありがとう、みんなバラありがとう、ナイスナイスナイス、いったぞ、ユキコさん、2倍にユキコちゃんお願いします、ここでいくぜ、2倍キラナイスキラナイスナイスナイス、ありがとう、ありがとう、46人団結しよう、ナイスナイス、ありがとうありがとう、2倍で行こう、いやなんかパンダ先生ラグ、みんなで行こう、みんなで行こう、ナイトマンナイス、あれさっき投げなかったのに、さっきパンダ先生ラグいね、ありがとうありがとう、ナイトマン、私はそれ10秒、2倍キラオロちゃん、キラオロちゃん、ナイス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 、行こう、ありがとうありがとうありがとう、ナイス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 、2倍2倍2倍、ナイスナイス、あ、ゆきこちゃん、いいじゃない、愛人のマネージャーが入ってないぞ、ありがとう、愛人入ってないぞ、イボがありますね、コメント、もうイボのコメントいらんわ、別にその情報どうでもいい、どうでもええわ、マジで、誰だよイボって言いに行ったやつ、いいえ、それで 何の話が生まれるんすかね、うん、さあ残り1分半、先生今日はラグくないですか、パンダ先生大丈夫ですか、確かにパンダ先生ちょっとラグいわ、確かにパンダ先生ラギー、パンダ先生がいや、なんかラグいのよ、ね、なんででしょうね、おラグい瞬間移動した今、うん、うわ、ナリにユニバ飛んでる、やば、これ9988飛んでる、なんかすごいよね、すごい、そうでもありがとう、みんなありがとう、ユニバ飛んでるやん、プラソンド来たことある、この9988さん、9988さん、いや知らん、あ、本当、誰、来たことあるよ、お前んとこ、いや、ない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 んや、うん、ファースト撮ったら普通に可愛いんですね、 TikTok 画面さん、こんにちは、そうそうそう、かわいいの、うん、何歳ですか、パンチャマさん、非公開じゃない、多分何その音アメフトバック、さあ、残り40秒バックチョバックチョ、さあ、いくぞ、なんで芸人になろうと思ったんですか、私、うん、ね、夢があって、まず、はい、あ、ちむしゃしゃね、夢があって、まあちょっと話すと長くなっちゃうから、まあ、じゃあ後でいいっす、グローブナイス、グローブナイス、アイジンバランバ、あと20秒ありがとう、私は落ちる、ワンチャン行くぞ、グローブ、さあ、グローブ来てるぞ、ワンチャンあるぞ、これみんな、あと14秒、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、グローブ来てる、ワンチャンある、これワンチャンあるぞ、差し込んで、レンダー100コイン、レンダー100コイン、レンダー1000コイン、レンダーになったはずだよ、レンダーしたけど、アイジン、アイジン、あと3秒、あと3秒、ゆきこちゃん、雪はしないぞ、アイジン、もっといけ、もっといけ、アイジン、うわ、早く、ナイスー、木田さん、ゆうと、ナイスー、イエーイ、ビクトリー、9時間、よかった、ナイスー、オーケー、はい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 、ナイスビクトリー、ヤッキーさん、ありがとうございました、差し込んでくれた、ヤッキーさん、ナイス差し込み、クマさんでした、ありがとうございます、ゆきこちゃん、はい、おーいじー、おグローブ回収、ナイスー、まあ、最下位だけど気にしないで、チームで勝ててるから、ありがとう。ブルースもカウルも、チビちゃんがグローブ出してくれたよな、ナイスチビちゃん。プリンもありがとう。ジュジュもありがとう。みんなまとめて、カンボリちゃんもありがとうね。まだまだもありがとう。白っち、うちの。ノリタマ、ノリタマもありがとう。そして、あんたが投げ合ってはない。キラーありがとう。キラーナイスだった。じゃあ、ビクトリーや。みんな立ったから応援ありがとう。危なかったな。負けた。負けた。まあそれがパンダ先生とね、
パン、はい、パンさんのね実力ですね。もう名前覚えられないわ。名前覚えてよ、うん、やぶり。いや、なんでもう一回ですか。誰これ、もう一回やんの、もう一回やんの、また負けちゃいますけど大丈夫ですか。珍しい、もう一回やんの。さあ、じゃあ皆さんもう一回ね、ちょっとじゃあ行くみたいな。やっぱりね、僕とプリンが最強ってことっすわ、うん、結局ね。まあ、なんだかんだな、プロソルな、まあ、腐れ縁みたいなところあるけどな。まあ、なんだかんだね、俺はそうだな。まあ、大阪も乗り切ったもんな、二人でな。大阪な、確かに。ナイス、キラナイス。パンダ先生、今日電波悪いの、なんでなんでしょうね。確かに。いや、なんか固まるよね。うん。え、キャッシュクリアとかもちゃんとされてるわけですよね。今サブでやメインでやった。え、多分その本体今やってるやつじゃないと無理っすよ。ああ、いや、できる。どのスマホでもできるよ。マジっすか。あ、そうなん。キャッシュクリアでしょ。キャッシュクリアっす。2つログインして片っぽでできるよ。あ、そうなん。そしたらじゃこっちのやつもちゃんとゼロになります。わかんない。いや、それはならないっすよ。それだってキャッシュって TikTok 側にあるやつじゃん。あ、そうなん。スマホじゃないから。あ、そうなんすね。え、そうでしょ。そっか。いや、ちょっとあんまり詳しくない。やばいよな、この人。確かにラグがなくなってる。ミーちゃんに行けるかな。ミーちゃん、ありがとう。いや、でも原因はキャッシュじゃない気がする。わかりました。プロソロな気がする。あ、それはあるの。それはあります。電波障害ですからね。なわけねえだろ。そういう男ですから。ゆうのすけ、ありがとう。なんか変なもん出てる。妨害のね。ゆうちゃんならあれ。ゆうちゃん、ありがとう。白島、ありがとう。22人行こう、また。だいぶでかいよ。ちびちゃん、バラバラ。行こう、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 行こう。マキャロンセ。団結してくれたらめちゃくちゃ盛り上がるぞ。ブルースちゃん、バラマ。マカロンちゃん、バラマ。ダメだな。ルナちゃん、バランマ。すいません。突進した。ありがとう。ゆうかのピッコリ。ありがとう。ナイス。よく達成した。やっつけるぞ。ダメ。惜しいわ。ありがとう。ナイス。よく達成した。今、いやー、ちょ、みんな行くぞ。素晴らしい、素晴らしい。いやー、これきついよ。これはきついな。ゴー、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 ゴー。ゆうのすけもありがとう。ありがとう。やかましいわ、こいつは。ちょっと、かまったりしない。ありがとう、ありがとう。もう音で耳出すしかないわ。ゴールド、ゴールド、ゴールド、強いな、差し込んで。ナイス、ナイス、強いな。オラちゃん、グローブある人いないか。グローブ、グローブある人おった。ちょっと救世ラゴブ、グローブある人おって。キブリ、ありがとう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 。ちょっときついなこれ。あ、なんか2桁のあれがいるよ。体重多いのに。体重多いのに。地投げのカリスマを壊してしまったようです、ね、おい、プロソロ見せたら、まあ、ユニバ一発ずつじゃ俺のとことお前のとこで。なんでお前に投げなあかんねん。お前が俺に投げる、まず。なんでやねん、お前。ありがとう、ありがとう。ちょっと恋があったから。バラ投げたやろさっき。いや、お前バラ一本だけじゃ足りるわけねえだろお前そこは。いや、体重は多いのにポイントは少ない2人だな。え、けどパンダ先生体重何キロでしたっけ。今118ぐらい。めちゃくちゃでかいですね。俺92キロですわ。まあ俺も太ってるんですけど。え、けどプリンは何キロやったっけ。113。あれ、パンダ先生が一番重いです。けど身長パンダ先生の方があるから。え、パンダ先生そんな高かったでしょ。誰と178。あー、結構でかいんや、身長も。そう、あそこは秘密。ね、あそこ秘密。あとにキラーン。パンダ様も。パンダ先生、プロソロのスティックはもう小指で。あ、知ってる知ってる。公開されてる。はい。公開されてる。これぐらいです。裏のグループで公開されてる。裏のグループで公開されてるんですか。表のグループで公開しようよ。このぐらい。いや、表でやばい。いや、やめ。こんぐらいですよね。もう本当こんぐらい。そうそう。これぐらいっすって。第一関節ぐらい。この第一関節。もう早くしてよって言ったら、もうしてないよ。なんて、パンダ先生なんて。行くぞ、残り1分。じゃあみんな行くぞ。ここセクハラなんだけど。残り1分やったよさっき、しょうもないこと。いやいや、一番ピンク枠だから。いや、そうだよ、この人が。怖い。何度もピンクで番になってる。え、ピンクで番になってるんですか、やっぱり。なりそう。なりそうなのよ、普通に。ありがとう。うわ、反省する気ねえじゃん。みんなグローブないか、これ。年齢と同じ39キロ。いや、じゃあ39歳ってこと？これ勝てる。マジで勝ちたい、マジで。年上やん。さあ、残り30秒。差し込み来た、めっちゃ面白いのにな。俺35です。うお、グローブ。やってくんだよ、ダリー。ゴーゴーゴー、ナイスキラ、ナイスキラ。
ごめんごめん。キラナイス、キラナイス。キラナイス。イコセアローズナイス。ナイスナイス。バリさんこんにちは。ナイス。シロチナイス。これはやばいわもう。ボルトナイス。いらんやろミストも。よっしゃ、よっしゃ。なんでかけちゃった。もうやっていいやろ。グローブもミストも。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ガス4、2、1、ゼロ。変なやつ。やりすぎやんな、プリン、これ。これやりすぎやん。やりすぎよ、さすがに。愛人、チビちゃん、ブルース、ジュジュルダ、ありがとう。はい、ガクさん、ジュジュちゃん、ミカル、ケイペさん、マッシュさん、ブルースさん、みんなありがとう。ありがとう。ありがとう。おっさん、ありがとう。ガクちゃん、ありがとう。コロちゃん、ありがとうね。みーちゃんもありがとうね。母ちゃんもありがとう。イルカ大好き。そう、そう、そう。じゃあ、質問があるんだけど、聞いていい？痛い。ありがとう、ありがとう。キラー、ナイス。プログラム聞いていい？はい。なんで二人とも二桁だマジだ。そんなまたまだろ。あとで、あのあれだわ。そんな言うたってね、俺もね、日韓もうちょいですから、言うても。二人揃って二桁。いやいや、日韓もうちょいですから。足しても二桁。だけど、パンダ先生、なんでそのフォロワーが7万5300人で僕が10万人なんでしょう、それ。なんでですね。いや、それ言ったらプリン将軍は300万人いるんですよ。すごい。そうなんですよ。プリン将軍300万人いるんだよ、フォロワー。300万人いるのに41。うるせえ、砂漠も10万人おるわ。300万人の41だから。砂漠も10万人おるわ。いや、だから、これはちょっと、チーム編成がミスってるんですよ。僕とパンダ先生やっぱ組まないと。バランスでやんのかい。まだやんの？ラストにしましょう。勝って終わりたいな、お前。ここはこれラストね。まだやんの？何回やんの？ないんすよ、僕。負けて終わりたくないから。そんなんさ。何回やんねん、これもう。何回やんパンチャマは。2桁じゃないやん、パンスト。かぶっとけよ。2桁じゃないんや、ごめんなさい。パンチャマかぶっとけ、パンスト。パンストかぶっとったらギフト飛ばんくて面白いから。何それ。で大紹介に、いや、芸人としては100点、TikToker として0点の方が面白いやん。ザ・ダブルでそれはね、結果爪痕残したやったら。もう分かってる。私だってね、あれだよ、リスナー、本当は可愛いから、リスナー受けが欲しいのなら、ネタ封印して、一人で泣きましょう。それでも、かぶりたいパンスト、そう。そのトゥルルルってちょっと、あ、よしみんなタップタップ。パンチャマさん、1回目は面白かったですけど2回目はちょっと飽きちゃいました。ちょっと角膜が、角膜にパンストのあれがついちゃうって。角膜、角膜めちゃくちゃ心配してくれてるじゃないですか。私の体の心配。だけどほんまに日本エレキテル連合さんとかもセロハンテープで止めすぎて目赤くなったりとかありますもん。あの人病気になっちゃったんだってね。だからもうパンテマさんも全く一緒で病気になりますよ、そのまま。何ちょっと予言しないで。ちょっと、もう病気なんで。病やめろ。誰が病気じゃん。それも性の病だから。ちょっとマジっすか、やることやってんすね。マジかじゃないのよ、なんで信じんのよ。だからもうフィールド系で全員食らうの嫌なんですって、やめてくださいって、うん、やることやってんの。いやいや、さあやめなさいよ。めっちゃ面白いやん。いや、28はもう無理だった。 28？ よし、28に行くぞ。さあ、バラーオレンジハート、プリーズ。28、今だってオレンジハートや、オレンジハート。いや、28はオレンジハート。バラーありがとう。さあ、オレンジハート、バラーで、ブルース、バラーマン、バラー、ローズ、ローズ、オレンジハート、ありがとう。ローズ、オレンジハート、バラーマン。あとね、あと宮部さん飛んでるやん。あと、ラピもありがとう。え、やば、ラピもありがとう。ミルキーもありがとう。全然ダメだ、これ。ありがとう。ライト8月の14日のいけるかな。早い、ライト早い、ライトはもうみんなバラくれると嬉しい。早山さん、ありがとう、ゆっくりありがとう。オレンジハート、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 ありがとうね、キラマンありがとうね、オレンジハート。うわ、あと一人やのに。マジで結構すごいじゃん。ブルーバラマ、あと一人やった。でも一緒だよ、ライト。さあ、行くぞ。なかったけど。はやぶさ。とりあえず立って。とりあえず立って。三人三桁。大丈夫だよね、これ。ありがとうございます。四桁。すごいっすね。とりあえずタップ。高速タップからお願いします。だけどまあ勝てそうな気するんで大丈夫っす。あの、無理だよね。ユキングちゃんさすがにな。高速タップで行く。ありがとう、ありがとう。いや、ファーストかぶった瞬間何も飛ばんくなって。いや、イボジー。イボジー。やめろ。最高。
え、だからそのね、配信で小銭を稼いでね、ザ・ダブルに出場するとか甘い考えで生きてんじゃねえよということですよね。ほうほうほう、言ってくるかな。うん、だからそのね、もう、だから芸を磨くために舞台に立つと、で、配信のアカウントは消すと、ね。で、残ったコインは俺に全部投げると、それが一番正しい。なんでね、うん。なんでよ。え？いや、そりゃそうっしょ。いや、そりゃそう、全然意味わからんわ。本当はやっぱ身削って頑張らなきゃダメってことっすよ。甘くないっすから、芸人の世界。待って待って、なんで最後そうやって私のこのコインを全部投げるみたいなさ、え、全然意味わかんない。ただあのパンストかぶってるせいで何言ってるかわかんないです。最初からちょっと喋ってもらっていいですか。うん、いいよ。プロソロ口臭い。いや、語呂が合ってない。パンチャマオワコンの方が多分フレーズとして。やめろ。ひどい。3人とも3桁。いやいや、3桁。待って、僕に聞いた。2桁です。ちょっと否定して。否定して。オッケー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 。うわ、えぐ、今のやばかったな。ガチで間違えたと思ったら、ちゃんとそこまで考えて。だる。さあ、残り20秒。一番恥ずかしいっすわ、パンダ先生。そうだね。え？パンダ先生のところ の, そのパチパチちゃんっていう人が俺のところでねやってくれないと、俺のところでユニバーを投げると、それこそまあソロ版教えてあげるパチパチしましょう、一緒にね、日本一なんで僕ね。ライトなんか言ってるよ、この計算オタクが。いや、さあ残り5秒。計算オタクちゃん、日本一ですよ。え、あれ本当に計算してるの？そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ、日本一。あれ全部やらせ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 、とりあえずビクトリー。一番少ないけどね。おにぎりさん、ずりちゃん、ピカル、ゆきんこちゃん、ケイさん、ありがとうね、ありがとうね、もう、ありがとう。MVP、マイコ、ありがとう、ライト、ありがとう、ハブサナイス、リョンタ、ありがとう、トラベルウィズユー、リュウジ、ブリューニーニー、サヤ、ウチヤで、マヤーレン、ユイタン、アキ、ハルサンさん、ピタゴラス、ありがとうね。ありがとうね。俺この1年 TikTok やってきて初めて4コラで3人とも2桁。いや、ちょっと何言って、あ、僕今からのあれですわ、あ、電波が、あ、この時間ほんま人おらんな。僕が生まれたこの島。やっぱ時間的にあれやな、全然やな、この時間飯田さんやってるやん。うわ、けど誰とやっても勝てる気せえへんけど、ああけどどうしよっかな、言う聞きやったらこいつは盛り上がる気もするからな、こいつ行ってみる。4コラでもいいかもしれんけどね。やあ、ゆうききちゃん。やあ、プロソロさん。ゆうききちゃんって意外とスタイルも良くて可愛くて、案件とかもインスタで頑張っててすごい人なんだね。え、そんなことないですよ。うん、そうだよな。意外とスタイルいいだって嬉しい。え、褒められちゃった、プロソロさんに。結婚しようぜ。は？無理。無理だよ。早くオッケー押せよ、お前、しょうもない。いや、マジか。え、今強い人いる？いな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 いや、ティア。なんなの、ほんと。はぁ、もう、ゆうきき、え、てか、急連勝してるやん、お前。やばいって、だから、ほんとにやばいって。美味しそうやな、その9連勝。やばいなぁ。あ、ハンさん、おかえりなさい。今つけたばっかしやん、ちゃん。お久しぶりですか？何？つけたばっかしでしょ。いや、そんなことないかな。
あーそうなの、結構時間経ってる。1時間ぐらいかな。4時間ぐらい1時間。1時間か、うん、けどブドウぐらいしかそっちいないから多分そんな今強くないぞこいつ。だから連勝かろうと思ったら枯れるな。いやプロソロ久しぶりやな、プロソロってあるリスナーさんがおっしゃってます。誰やねんあるリスナーって。やばいよこれ、絶対サブで見に来るよ、絶対絶対サブで見に来るよ。誰かりん様お久しぶりで、初めましてかりん様、ありがとうございます。え、メールさんやん。知ってるんだ。え、メールさんパイナップルのところでめちゃくちゃ爆投げされてる方ですよ。そうなんだ。あれ、ゆうききちゃんも結構投げていただいてるの。最近あの応援してくださってます。メールさん、僕はパイナップルとめちゃくちゃ仲いいです。ねえ、なんなのそれ。パイナップルは嫉妬深いんでパイナップル以外の女に投げてるともうメールちゃんもうやめてってなるんですけど、男の俺やったら大丈夫ですよ、ガチで。なんなのそれ。まあ、ゆうきちゃんに投げていいですよ、投げていいですけど、パイナップルに伝えちゃいます僕 LINE で。そうすると知ってるって、知ってるって、なんか多分ゆうききちゃんに投げたもう3倍いや4倍いや10倍ぐらいを要求してきますパイナップルは。うん、けど逆に僕に投げてくれたらね、僕はその分パイナップルに投げます。だからここはメールさん、投げてきたら僕の方がいいですよ。私はそういうの全く知らずにこう来てくださってお話しさせていただいて、それはちょっとさ、知らなかった、おこがましいよ。だってメールさんの一番後ろにパイナップルのファンマついてるわけだからさ、察しないとね。確かに察しないとか、うん、どこだってだから忠実なのってなるから、温感すぎてやっぱさ。そうだ、言い訳していいわけって言わないでよ。うん、いやそうだから、そのね、過去は変えられないけど未来だけ変えていこう。うん、だから今変えられるとしたらメールさんが俺のところでユニバーを投げるとね。やばくない言ってること、うん、でゆうききちゃんがそのまま逃げたで終わるとね。それで一番そう丸く収まります。やっぱメールさん最強やと、やっぱパイナップルのリスナーって素敵やなって僕のところでユニバーが飛べば言えますメールさん。けどゆうききのところで飛んだらね、ちょっとね、ちょっとね、まあね、他の配信アプリでは1位取ったことあるみたいですけど、 TikTok では1位ないみたいですかね。あー、ちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ありがとうございます。え、誰、ありがとうございます。え、誰今投げた。はい、え、内緒だよ、しんさん、ありがとう。これメールさんが投げちゃったのかな、もしかして。はい、もうスクショして、言っとこう。ああいうのさ、ダメだよ、それは。それはさ、ダメじゃない、普通になんか。それは普通にかわいそう、そういうことは。なんか私がどうこう言わなくて。じゃあ、これ例えば私じゃなくて、例えばね、これが別の他の女の子のライバーさんだとしても、そういうことはあんまり しない方がよくない、かわいそうじゃない。ブドちゃん、ありがとう。いや、そう。ごめん、寝てて聞いてなかった。ごめん、寝てて聞いてなかったから、もう一回喋ってもらっていい。いや、ちょ、これが今ね、私自分がされたからかわいそう。なんか言った今。何も言ってないよ、今ずっと黙ってた。あ、そうなんや。へえ、今日もトレーニングしてた。今日はしてないです。したかったけど。けどほんまなんか足めっちゃ長いよね普通に。いやいや、そんなことは、身長がちょっと多分あるだけかな。私は身長何センチやったっけ。65。ああそう、女性にしては結構でかい方やね。うん、全然だよね、謝らないでください。全然荒らしたと思ってないから大丈夫。全然全然、もっともっと荒らしちゃってください。ちょっとみんな見に来んな、おい、サバカで見に来んな、サバカで見に来んな。あ、メールさんごめん、電波が、あ、やばい、途中でこれ終わりそう、もしかしたらバトル。全然いいです。もう荒らして、まあ、けどメールさんが俺のところで最後差し込んでくれたらまあ盛り上がると思いますけどね。ということでまた言ってる、もう本当にこの人懲りないね、本当。いや、懲りないとか。だから、俺が2桁でそっちが4桁やと面白くないってことをね、俺は言う。何それ、プロテイン。懲りないなんて言ってる。じゃあ、普通のコーヒーや。あれか、メールさんはいい人やと思ってたけど、そうでもないみたいやわ。いい人よ、めちゃくちゃいい人。いや、前はお世話になったからね、ありがたいって思ってんやけどね、あかんわ、普通に。いやいや、めちゃくちゃ素敵な方よ。あ、やっぱり10秒切ってる。差し込める天才募集中。これ差し込んだら勝てると思うけどね。ここで負けたら嫌だな。待つぞ。あ、しんやさん、ありがとう。あ、終わったわ。はい、みんなありがとうございました。ありがとうございます。え、読みますね。どうぞ。はい、MV。 いや、メールさん、クジラいいわ。
なんで今クジラなんすか。いや、クジラ、クジラめっちゃくれるじゃないですか。めっちゃメールありがとうございます。いや、クジラめっちゃくれるやん。いや、めっちゃ優しいやん、メールの兄貴。だから言ってるじゃん、優しい。クジラめっちゃくれるよ。やば、メールの兄貴。そうか、10連勝まで連れて行ってあげたかっただけだ。だから本当に優しいんだって。メールの兄貴、ありがとうございます。だからもういいって、もういいよ、タイバトルは。メールがいないとやってけない、ビクトリー、うん、もういいって、バトル。メールさん、ね、可愛い子には旅させた方がいいっすよ、ね、こいつ10連勝してるでしょ。あと、ね、僕逃げたでしょ、かわいそうっすよね。クジラはすごい嬉しかったですね。こいつもう体ばっか動かしてね、頭全然動いてないっすよ、ね、スコアも全然動いてないっすよ、ね、もうとりあえずリセットさせてあげなくちゃいけないんです、これは。ありがとうございます、ね、たくさん。じゃあもうほんとラストね、プロソロとはもうラスト、時間もないからラストです。お前11になったらまた中途半端になるから10で終わらせてみてもいい。ラストラスト、やだやだラスト。で、私10連勝なんかほんとになんかもう何ヶ月ぶりってくらいにさせてた。どうでもいいや、お前の10連勝なんて何の価値もねえじゃん。さあ、メールさん、ユニバ行きますか。ええ、ごめんなさい、みんな、これプロソロさんとは Together さんとは絶対ラストですけど、やらん、もう今日はやらん。逃げた。まあけど、俺は、今までその結城を TikTok でしか見たことなかったから、しょうもない女やなって思っちゃってんだけど、インスタのフォロワー数とか、動画のクオリティとかを見て、やっぱすごい人なんやなって思って。いやいや、ありがとうございます。だからその、いつデート行くっていう話になってくるけど。行かないです。仮にですけど、仮にですよ。仮にプロソロさんが、もう資産何十兆円とかあっても行かないです。はあ、なんで？なんでもないです。なんで？なんでな？なんで？なんでかって？うん。ちょっと嫌です。もうな、理由しょうもなかったわ。もうちょっと聞き応えある理由やったら、うん、よかったけど、マジでしょうもなかったわ。聞いて損したわ。時間返してくれ、時間を。さあ、10ポイント。ちょ、メールさん、ちょっとここは日刊一緒に入りましょう。ありがとうございます。日刊まで、みんなも、ありがとう。日刊まで多分、あと、ユニバー、そうっすね、3つでいけますわ。うん、ユニバー3つで日刊やばい。ギフトボックスにユニバー3個詰め込んでいただいて、ポーン投げてもらったら入りますから。入りましょう、一緒に日刊。さあ、10コインです。行きましょうか。あれ、10コイン。あれ。あれ皆さんありがとうございます。リオナさんもフォローしてくださってありがとうございます。お、伊沢さんありがとうございます。いいよ、みんな2倍です。今もうプロソロさんとは今日ラストです。今日ラスト。ウドちゃんありがとうございます。まあほら寝てる、出たよ、寝て最後地投げするでしょ、砂漠で。絶対そうや、寝てて最後に地投げしてああ勝っちゃったみたいにやるんでこの人マジで。ジオさんありがとう。いやいや、もう地投げするお金もないから無理だよ今日は。いよいよ、ドリームデライトさんこんにちは。マジでもう貯金300円ぐらいしかないだよ今。ありがとうございます。うわー、いや、メールさんそれはやりすぎよ。いや、メールさんそれはやりすぎよ。ありがとうございます。いや、バトルの時にね、盛り上がりましょうよもうちょっと。ありがとうございます、本当に。いや、メールさん、ちょっと、11連勝は中途、いやけど、この状況で、メールさんが僕のところで、ね、ドカンとローザの星雲とか最後差し込んで勝てたらめっちゃかっこいいですけどね、メールさんね。あ、ありがとうございます。Thank you, heart me. いやー、これは、今、もしね、メールさん、パイナップルが、この配信見てたらショック受けると思います。ガチであいつは独占欲強いんでめっちゃ嫉妬するタイプなんですよ。でもそんなのみんなそうじゃないですか。いや、だから俺が心配してんのは、ゆうききちゃんがパイナップルにブロッコリーされへんかなって、そこ。え、メールの兄貴、もうやばい、この空に翼を広げ飛んで、ゆうききちゃんフライアウェイ、メール兄貴、ドリームデライトさんありがとうございます。ライグー、福狩りたけしさんもありがとう。めっちゃ優しいじゃないですか。そこで優しいよ、ほんと。もう一発、もう一発、トモさんも帰り。トモさん久しぶり。もう一発いきますか。なんで謝るの、謝んないで。謝んないでよ、朝。謝る必要ないですよ、全然。何もないです。
エンタメありがとうございます。可愛くてごめんって謝れ。みんなもさ、協力してほしいな。ね、今さ、7000差くらいだから、もしかしたらわかんないから、みんなで協力してくれたらいい。みんなってお前、メールさんしか投げてねえから、メールさんゲームだろ、こんな。そんなこと言ってない。だって今、言ってくださってるリスナーさんいらっしゃるから、やっぱみんなでも、あともさんありがとう、ナイスです。いや、ほんとに。ブドウちゃんも198だから、ほぼ無視できるだよ、それ。さあ、いや、メールなりに、ここでぶつかったらめっちゃ面白いですよ。1対1で。で、僕とゆうききちゃんのコラボをね、もう一回見れますから、引き分けだったらね。けど、ここで僕が負けてしまったら、もう俺負けで2対0でね、もう完封負けでね、もう盛り下がっちゃいますから。言ったよ、ブドウちゃん。ブドウちゃんはもう、ブロソロさんとのコラボ、マジで飽きたってすっごい言ってんのよ、もう。俺もブドウのこと何も興味ないから全然ちょっととりあえず黙っといて。さあ、行くぞ。メガネカビゴン。スターの玉座で勝てる。ちょっと待って、もうメールさん、ここ一回やっぱ勝てた方がいいっすよ、僕らが。じゃあ、その方が面白いっすよ。やばい。ミュートです。メールさん、すみません、ありがとうございます。カオルもありがとう。MVP は、ダンオフの方、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとう、ハンさん。そして、ブドウちゃん、トモさんも、ザ・スーパータインさん、角刈りたけしさん、そして、ダンオフのもう一人の方、ありがとうございます。ごめんな、プロソロって言ってる。優しい。あ、お詫びに日刊入れていただけたら、全然許します。かわいそう。お詫びとかわからないけど。もうだからいいって、もうやらんって。もうほんともう最後って言ったらさっき。もう私も時間ないし。またやるの？え？なんかあんの今日。あるよ、仕事。何時から？何時からって、でも普通にもうあと 5時半には家出なきゃって感じかな。じゃああと30分あるやったら暇やんけ、お前。じゃあ普通にみんなと会話もしたい、ちゃんと。みんなとの会話が大事なのか、メールさんのバトルが大事なのか。メールさんのバトルが大事っていうのはちょっと変じゃない？それはだってメールさんにすごくさ、なんか。何十分もお前の一人喋り聞いてやれへんから、もう一回やれや。なんなんその感じ。早くやれ。そういう感じ。マジでじゃあ最後ね、マジ本当に普通にやっぱみんなと話したいから私は。早くやって。本当に最後。メールの兄貴！ここは？一回だけ肌持たせてくれたらめっちゃ嬉しいです。本当すいません。本当すいません。なんかごめんなさい。2対0で負けてますけど、最後勝てたらもう十分です。みんなでさ、みんなで協力してもらえたら。2勝0にしてあげたいです。コウさん当たれど。僕はもう今日調子悪すぎて、もうほとんど目が開いておりません。何よ、毎日日刊入ってるのに。そんなことない。今日はマジで、配信つける時間遅すぎたから全然入れてないよ、マジで。プロソロさんって毎日は配信してないの？うん、あ、全然毎日は配信してへんね。なんか、1日配信すると疲れちゃって。1日でなんか10時間とか配信すると次の日起きれなくて。そっかそっか。ゆうききはちょこちょこ結構配信してるでしょ。何時間ぐらい？絶対毎日やる。すごいね。によってバラバラだけど、でも6年間やってるからね、もうこれを。6年間ずっとやってんの、配信。毎日。うん。1日も休んでないの？1日だけ休んじゃったけど、手術した日。大丈夫？何の手術したそれ。なんか、やばくて。まあなんか。脂肪吸引、お腹と腰の脂肪吸引した日は、うん、もう本当にダメ、血だらけ。もう帰ってきてからもう痛すぎて動けなくて血だらけだし、ベッドが。ちょっと待って、お腹の脂肪吸引って結構命に関わるやばさなんだよね。そうだから、なんかもし臓器に傷つけてしまったらマジ普通に命ない。なんでそんなやばいことをしてるわけ？美容のため。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。その、ゆうききちゃんは今まで、その、彼氏とかはどんな感じだったの？いたの？もちろんいたことある。っていうか、私、バツイチだし。あ、言うてたね。うん、バツイチ、子供いないけど、バツイチで。うん。どういう人と結婚してたん？まあ、でも、そんな大した人じゃないと思う。ああ。私、彼女だからさ、はい、他の男の人と知らなくて、初めて付き合った人と結婚しちゃったの。あらら、そうなんや。14個年上だった。何歳の人やったの？21で20、35と結婚したの。年の差でね。うん。
ジェネレーションギャップひどそうやな。まあでもそんなに感じなかったけど、うん、だけどやっぱりね、子供いなくてよかったって、いたらなかなか離婚も難しかっただろうし、ただそうやな、ただでさえ大変だったから、うん、結構いろいろ、結婚向いてないからやめとけよ。さあ40ポイント、そんなことないですよ。トモさんありがとう。さあ40ポイントです。さあ40コインです。いくぞ。いける天才募集中。ダメだよ、あの落ち着かれてるから、みんなで協力してもらえたら嬉しい。え、メールさんはゆうききちゃんのところでは投げたらダメやけど、プロソロのところではもう何でも投げていいってことか。あ、オッケーオッケー。でも今静観しますっておっしゃってたから。はい、静観あの静かに見る方ね。ラオさんありがとう。静かに見る以外でなんやねん。じゃあいや、なんかお前なんかめっちゃ思ってるやん。わざわざお前言わんでええやん。静かに見る以外で何かあんのかって思っちゃうやん。確かに。おう、含みを持たせてんじゃねえよ。なんか生還っていろんな意味あるじゃん。生き返る方とかさ。ああ。そう。静かに見る方やったね。そう。よかったな、生き返る方が出てきて。うん、負けたくない。ヘロちゃんありがとう。ありがとうヘロちゃん。アトモさんありがとう。もうみんな素晴らしい、ありがとう本当に。泣きそうだよみんなの優しさに。嘘つけ。泣いてみるよじゃあ。泣けるよ本当だって。じゃあ俺が歌ったらあの AKB の泣きながら微笑んで歌ったけど、お前ちゃんとしっとりした綺麗な涙流せよ、お前リスナーさんのためにね。いきますよ、はい、泣きながら微笑んで。いや泣きたくないし、なんだろう、仕事とかですごい悩んだりとか今結構大変で、本当に大丈夫、それはほんまに泣けそうやけど、その時にこうやってみんなが優しくしてくれるとやっぱ普通に泣きそうになるもん。だから仕事と嫌なこと聞くよ、俺が相談乗ってあげる、どうしたんや。大丈夫、本当に。だから本当にみんなが優しくて私は感動して泣きそうになるの。今もう涙腺が緩すぎてやばいのよ。涙の数だけ強くなれるよ。確かに、みんなが優しいから、ほんとなんか、最近やばいよ、ほんとすぐ涙出てきそうになる。な、ヘロちゃん、ありがとう。ありがとう、ヘロちゃん。泥水毎日飲んでるんかな、ごくごく美味しいっつって。ちょっと。すいません。いや、ラストです。うわ、差し込みや。5時か、今。よっしゃ、ラストバトルでーす。やったー、ありがとうみんな、本当にありがとう。ありがとうございます、本当に。読みます読みます。 MVP はランオフの方。え、なんか来た、え、うわメールでありき、あわなびやポスター、メールさん、ガチ天才でイケメンで、ビーチャリ、ダいや、めっちゃ優しい。ありえんぐらい優しいですよ。優しい。読みます。MVP はランオフの方々、ありがとうございます。そして、ノーさん、本当に。立たせようと思ったら立たせられたんですね。うわぁ、ありがとうございます。すいません。逆に申し訳なくなってきたんで、もう、ここは撤退します。すいません。ありがとうございます、メールさん。めっちゃ優しい。ガチ優しい人ですやん。ありがとうございます。すいません。本当に優しいよ。いや、ちょ、メールさん優しすぎて、俺もちょっと今、涙腺が結構来てるぞ。嘘だよ。じゃあ泣いてみろ。じゃあ、お前ちょっと1曲歌えよ、お前そこ。俺が2曲歌ってあげたのに、おめえがさ、な、歌わないのおかしいだろ。泣かなきゃいけないのよ。いや、だから俺は、ね、なんか曲に乗せて泣きたいんだよ、お前。俺歌ってあげたいから、お前なんか歌ってくれ、泣くよ。じゃあガチで泣くよ、俺。来いよ。泣いてほしいわけじゃないし。まあ、とりあえずちょっとなんかその、歌ってくれよ。しっとりする曲を。いいよ、私そういうのやってないから。じゃあな、TikToker としてオワコン。うるせえ。としてワコン、うるさいもいやーけどメールさんありがとうございました。いや星星はやばかった嬉しいありがとうございます。いやーありがとうございます、本当に。いやーマジで嬉しかったです。最高でした。よし、そしたらちょっとのぞみちゃん行ってみますか。どんどん行きましょう。いや今どこで何しとったらそうなんねん。
今寝起き熱あるから。あーしんどいのね。あじゃあまあバトルはするかとりあえずな、うん、何ハート型ウイルスに感染しちゃった多分。うん、ハート型ウイルスにやられてしまった。みんなタップタップお願い。何ベッドで寝転びながら配信してんの。そう。あそうだよ。えけどさ配信したら余計しんどくない？大丈夫？いやだからもうこれ終わったら切るよ。あーオッケ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 ー。そっかそっか。いやまあもしかしたらこの状態でもギフト飛ぶ可能性あるかなと思ってつけた。飛ばへんやろアライグマのしょうもない名しか出てないのに。視聴者10人やぞ。昼は羊でなんかアメリカンカーみたいな何個か飛んだ。あ1200コインのやつな。そうあの昨日は結構飛んだんだよな羊で。じゃあ羊したらいいや。ユニコーンとか飛んだから。ああじゃあ羊したらいい。僕らはだれど、うん、アライグマの調子はどうなん。いやなんかいつも来てくれる人に、うん、やるあのやる気ある時にまた来ますっていうコメントか。めっちゃおもろいやん。またやる気ある時に来ます。いや望みっていつもやる気ないよな。あプロプロですよ。やる気あるよいつも。ないやろ。あるよ。全然ないや。えだってそのもともと昨日か一昨日六本木行く予定やったのに行かんかったやろ。行かんかった。えそれドタキャンやんな。凍結。あ、当日欠勤しても別に怒られへんの。ラウンジだからまあ大丈夫、まあ、大丈夫じゃないけど、うん今週も3日間凍結。めちゃくちゃ問題児やん。よく解雇されへんな普通に。いや配信始めてから起きれないんだよ。わかる、それはそう。バラナイチューかぶっちゃん、10コインです。ああ38人配信始めるまで収録でちゃんと出勤してた。ああそうなんや。モクラン、ナマンダム、ナマンダム、おモクラン久しぶりやな、うん、みんなバラキューお願い。モクラン、バラキューは欲しい。さあ、ちょ、日刊ちょっと入りたいけど。あバラナイチ、あとバラ4。今まであとどれくらいあるの。バラ4人お願い、うん、お願いバラ4人。何してたっけ。いや2倍遅うお前。いやマジそのレベルマジでやばい。配信もやめて寝ろやお前担ぎみたいやったら。さあ35人だけです。いきましょう。モクランガンギバリガンギャリー。モクランガンギバリ。あさあアライグマと人間が戦ってるんだ。もうちょっと2倍の方が2倍でちょっとハンドハート欲しい。ハンドハート頼むぜ。ハンドハートいやちっちゃいギフトやったから飛ぶかなじゃないのよ。HY バナンマ。さあ土屋2倍2倍です。うるせえからな。HY ガンギ割り。いや勝てるかな。もう誰もいないんだよな俺の枠今。さあ2倍2倍2倍でドカーンいける天才。僕ここに行かないとやばいよ2倍じゃん。ちょっと誰かお願い。やばいって。カラーズさんきっと勝った。バックンチョ、まあ、とりあえず勝つぞ。ヨシアキさんバランマ2倍で行こう。2倍。さあ2倍です。2倍。やばい来てる。アマンノートないし誰かちょっと行こう。やばいよやばいよ。みんな行くぞ。ヨシアキさんバランマ。いやこれ誰かお願い行こう。え何時からやってるの配信。10分前ぐらい。あ暗黒クッキーの配信かぶった。ヨシアキバランマ。10分前にやってもう終わろうとしてんの。うん。なんでつけたん。いやちょっと誰が来るかなって試しに。あ、チェーンしてる派はないし。ずっと寝てるよりかはな。いやなんかコーラのことあり花ちゃんとかはなんか、うん、アライグマじゃないけどなんか39度5分ぐらいの体温計を背景の画像にして、うん、配信してて300件ぐらい飛んでたけどね。それは、うん、そういう人もおったけど、うん、顔出しなしで。顔もめっちゃちっちゃく映ってた気がする。ああ、そう。お、川原社長が参加してしまいました。
あ、川原ちゃん、多分共感したり届きます。あとで、うわぁ聞いたのよ、吉田さん、やばいよ、はい、パラパラ、パラパラ、はい、吉田さん、最高、はい、ほとびちゃん、3桁で、オワコンチャンネル、はい、10冊がもうすぐ届くんで、結局、ネクストレベル、あビクトリーキャキャキャおーい、ほな感謝しまーす。宮戸でーす。はい、1位は社長いないとランク外です。僕はいつも。まあ、あとユニは3つで多分は入れると思うので一緒に入りましょうね。チースチースチース。すみません、ありがとうございます。モクランちゃんも、ありがとう。フォローが外れてた。申し訳ない。フォロー返しました。カラさん、グローブゲッチュ、おめでとうございます。また適切なタイミングで、指示するんで、その時使っていただけると嬉しいです。HI さん、吉明さん、パピブイブ、はい、みんな届いて。はーい。のぞみちゃん、お疲れ、ビクトリー、おやすみ。おやすみ。今日の、おーい。じゃあね。はーい。全然嫌いやん。いや、いいよ。バイバイ。オッケー、マットしたか。ああ、いや、切って切りやった。うん、あ、本日到着予定です、なってますね、川原社長。ね。本日到着予定です。10冊届きます。あの、置き配に設定してるんで、はい。あの、ちゃんと、まあ、明日には絶対、はい、お見せできると思います。ありがとうございます。コラボしてほしいです。まあ、社長がいたら、土屋も余裕で倒せそうか。おお。面白くなってきましたね。うん。いい時に来たな、メガネ。今、強いんか、お前。いや、強いっていうか、誰もいない。今、始めたばっかだから。まあ、でも、やる価値はあるよ。シンクさん、遊べないし。ああ、そうなんや。ああ、よろしくな。ああ。まあ、こっちからネクストルプホールディングスの代わり。ウーロン茶のことが大好きすぎるけど、全くウーロン茶に相手されないプロソル、よろしく。お前やん、それ。俺別に。お前が相手されない。いや、別にそんなめっちゃ好きいや、俺別に。遊ぼうって言われてるから、俺別に。なんやねん、遊ぼうって言われてる。俺がちょっと忙しいから遊べないんだけど、遊ぼうって言われてるから。お前、配信サボり散らかして全然忙しくねえだろ。いやいや、お前さ、やばい。昨日もね、有名な格闘家2人と会ってきたよ。誰？言えねえよ。言えや。まあとりあえずだお前が三島高校出身でなんかしょうもないコロッケのギネスを持ってるっていうことだけはちゃんと。お前さ、お前まあ、いやまあまあなお嬢様学校やめた方がいいよ。本当そういうこと言うと、あとマンモス校だからお前全員に叩かれるよ。お前やめた方がいい。ハートミー。どうでもいいわ。お前25クラスぐらいあんだからお前一学年。だからそのしょうもないやつらの言うと怒られるよマジで。ハートミー。怒られてるマジで。いや別に怒られたりも何も怖くねえから別に。失うもん何もねえし。うん、失う。何もない。確かにね、モデレーターと寝ちゃうもんね。ちょっと何言ってるか分かんない、ね。失うものないわ。ハートミー。さすがに俺もできんな、それは。うん、最後ちょっと川原社長と、ちょっとあの連絡取らなあかんから。うん、じゃあな、うん。どういうこと言うまでしたでしょ。自由すぎんこいつからコラボ来たのに。皆さん、この人はね、モデレーターとね、やるんですよ。これガチの情報なんですけど。だからね、この方にギフトを投げる女性は気をつけた方がいいですよ。手出されますからね。50歳、60歳ぐらいを手出していきますから。この男は。気をつけてください。最後はみんな、スピチュアルや！新規さん、初見さん、マジぶち上げて。ぶち上げて。バチボコいっちゃって。リュウがいらっしゃい。10年。新規さん、初見さん、お願いします。こいつは帰ってきた時にボコボコにしていたい。行くぞ !10!10! 誰か言ってくれ。ナイスラブラ。オッケー、ナイス。さあ、ヤンチャボーイ、ヤンチャガール、カモン。ウサギちゃんナイス。今、パンダさんハートリート、パンダのワンコクッキーが。ヤンチャボーイ、ヤンチャガール、カモン。よし、行くぞ。こいつはつけたばっかしらしいから絶対勝つぞ。2倍です。頼むぜ。ナイスラブリーぞ。さあ、行こう、こっから34人団結。これで負けたらめっちゃだるいからね。ああ、行くぞ。ナイス。やばいからね。ちょっと、調子上げていこう。あ、誰か、シュンって。ナイス感想。のぞみが先行した。ナイス感想。ナイス感想。さあ、行くぞ、みんな。パッと。こいつは大したことないからな。スミカちゃんも参加しました。ああ、のぞみちゃん、お前、バラいらんねん、しょうもない。勝てるわけねえだろ、のぞみ。ユニバやろ、それ。あ、スミカちゃん、お昼休みはスミカとウォッチ、スミカは可愛いよ。トゥルトゥトゥトゥ。スミカちゃん、さあさあ、スミカ行っちゃうか。
スミカ行っちゃうかってなんだ。おい、ランマルナイス初ゴール。はい、スミカの、はい、ナイス調子。ユニバが、はい、見て見て、はい、スミカスミカユニバ、はい、スミカスミカユニバ絶対にユニバでこのバトルは勝てますよ。やべえ来てる。ユニちゃん。いや、おもちゃお前バラになってる。スミカと、スミカスミカスミカと遊ぶ。ユニナイス。キュートレベル19昇格。一緒に持つ鍋食べようよ。トゥルトゥ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 スミちゃん、ナイス。スミカがいないとやってきない。向こうはただの配信者だけだから気をつけろ、みんな。スミカちゃん、うん、はーい。さあ、いくぞ。今プロソが弱い時だ。これ冷静してグローブめっちゃ取りまくろう、みんな。はナイスバランス。お前それスミカちゃんのことバカにしてんのか、お前それ。スミカは配信者投げやからちゃんと気使うからね。何配信者投げって。さあ行くぞ。こんにちは、ありがとうな、ユリ。こいつほんま友達も、ね、全然できん割にニキビだけできてな、お前な。なスコアも全然伸びんとな、鼻の下ばっかり美容伸ばして。友達できないってプロソロみたいにこの特定の人としか遊んでない人と違うんでやめてもらっていいですか。一緒にしないでもらっていいですか。はい、すいません。だからその有名な格闘家の名前を言えよ。じゃあ、いや、それは言えないでしょ。だからそれがね、やっぱこいつ嘘で乗り方が同級生と10個上ぐらいの2人。あ、まあごめん、どうでもいいけど、ジュノンボーイどこまで。いや、どうでもいいって自分から言ってきたよね。いや別に、あんま思ってしてるじゃん、このおじさん。まあとりあえずおじさんマジで俺思ってるけど、10個上の後輩だと思ってるから俺この人。面白くないから NSC の妖精、ね、後輩でしょ、うん、お笑いを養成する学校行った方がいいんやけど、10個目の後輩だと思ってるから。そう、普通にただの。じゃあちょっと聞こえる、俺のこと聞こえる。はぁー、とりあえず勝つ。ジュノに失礼やんな、ほんまに。それなんかレベル、お前ジュノンボーイコンテスト1位や。お前ジュノンボーイ獣州で1位や。お前最後マジで行くぞ。ちょっとこれ差し込みな、これで絶対勝ちたい。頼むよ、43人。スミカちゃん300来るぞ。500来そうだな。300来るか。マジでスミカちゃん頼む。やばい、ユリちゃん、マジか。ユリちゃん、じゃあ、じゃあ、はい、お疲れ。はい、よー、あなたはお、スミカちゃんの差し込みすごい。よー、はい、ビクトリー。お気づき、スミカちゃん、そうだよ、ごめん。こいつに投げるバカよ、俺に投げる。神だよ、ナイス。マリー、おい、おい、おい。この負け方はダリーは。ユリちゃん、ナイス。ユリちゃん、喋んな、お前、ニキビ。はい、すいません。感謝します。1位はスミカちゃん。スミカちゃんに恥かかしてごめん。大丈夫、スミカちゃんに無料でその場を教えるし、スミカちゃんの娘ちゃん、ジュンちゃん、トワちゃんがすくすく育つように俺が粉ミルク作るから。ああ、安心してごめんな。パンダものぞみもすいませんでした。うえーユリちゃん、ありがとうマジで。いや、早いな連戦。ちょっと一回喋ろうや。お前は早いな。いや、お前が喋るとアクネキマトン。お前どうせスミカがいなくなったらお前ダメダメになるから、今スミカがいるうちに冷静しようじゃないんだ、おっさん。お前のことは見え見えに。ちょっとしゃべって。のぞみハードありがとう。ごめん、すいません。今ミュートにしてたんで聞こえなかったんで、もう一回喋ってもらっていいですか。もうええって。お前に何回も喋らへんわ。お前、何飲んでんねん、それ。ちなみにお前、それ。いや、でもごめん、あのジュノンボーイだからスポンサー隠さないと。ジュノンボーイやろ。ジュノンボーイやろ、お前。だからその。いや、でもほんまやから、これマジで。今どんだけ伸びてるかっていうのと、どんだけその口が臭いかっていうところで競うんでしょ。いや、俺お前よりは口臭い自信ないわ、ごめん。大丈夫、あの、じゃあ一回ハーって言って。申し訳ないけど、じゃあ一回ハーってやってます。無理だわ。まあまあ、とりあえずじゃあ一回ハーってやってます。ジュノンボーイそういうことやらないんで。ああ、そういうことやらないんだね。いやいや、そういうことやらない。ジュノンボーイはやめて違う。だから、まあ結局、まあだから、まあ土屋はなんて言うやろな。うん。そのすごいように見せてるんやけど、実はすごくないっていうところが。すごいように見せてるっていうのは具体的にどういうこと？だから、そのなんかね、ジュノンボーイコンテストもなんか出てるっちゃ出てるんやろ。だから別にどんな感じだ、今どのような立ち位置にいるの今自分は。過去最高のスコア出してる。過去最高のスコアを出して、5日間で200万ポイントっていうので、うん、ジュノンの過去歴代最高スコアって言われている。うん、しかもその予選で叩き出してるから。うん、で予選で叩き出して、その後もし次に進むとしたら何が待ってるの？次も同じ情報なんですよ。ファイナリストまでは、要はギフトだったり投票、うん、要は課金ゲーみたいになっちゃうんで、うん、僕よりっちゃ僕よりなんで、勝ち筋は見えてるんですよね。うん、だから全然、なんか嘘じゃないっていうか。へぇー。プロソロが思ってるほど、お前難しいぞっていう、ほど困難な道はないんですよ、ぶっちゃけ。ちょっとうるさかったから切っといたわ。ちょっとなんかごちゃごちゃ喋ってるから切っといたわ。あいつムカつくから切っといたわ。
はいはいはい。いやカラスちゃん。何カラスなの？カラスミちゃん？カラスミじゃないです。今日は誰かとデート行くのか？可愛いファッションしてるじゃん。何その何その PK だよこちとら。めっちゃあるぞ。あ PK 選ばれたんや。え PK でしょ？違う？え PK なんか選ばれたらなんかバナーでなんか出るのかな？出る。あごめん俺も選ばれてるわレッドランキングえ？レッド一緒じゃんじゃあチーム。え俺47位だ。あ選ばれてたんや。知らんかった。マジ47位なかなか私と近いんだけど。えお前何位？40 41位ぐらいいたかな。40何？41位ぐらい見ると思う。42位やん。そっか。アーモちゃんが誰だ。いや俺選ばれてないと思ってたけど、選ばれてたやん。昨日からだよ。昨日の0時から。昨日じゃなくて今日の0時でしょ。ああ今日だ今日。今日の0時で4日間じゃない、うん、予選は。でも100。何位以内入っときゃいいの予選で。10位。はあ予選で10位総合ランキングで。そうだよ。えきつは10位に選ばれてそっから PK でマッチ組まれてで世界大会アジアの大会に進めるの絶対無理やんお前も俺も、ね、いやいやみんな結構てかきついよきついけどまあ200人に選ばれるってことが今はすごいことじゃん、まあ、言っておおえ俺通知来た記憶ないんやけど普通にえ来てるよ絶対へえ1個前ぐらい飛ばしてたのかなけどとりあえず選ばれてんの嬉しいよね200人にねプロトルって担当さんいないの担当いたんやいたし担当がもなんか PK あるよって言われてたんやけど、うん、アプリ内に通知が来てなかったからいや俺選ばれてないのに嫌がらせやんってこと選ばれてたわいやありがたいねそうだよそうだよ、うん、まあけどなんか今の総合ランキング10位見てみたら600系ぐらいしか行ってなかったよあでもこれバグなんだってそうなんそうなんか今数字のバグが昨日からランキングも数字もなんかバグっててさっき担当さんからポイントのなんか件で明日いっぱいまでにポイントがなんかいろいろやれて調整されるみたいな、うん、めっちゃじゃあ当てにならんやこのランキングそう今多分あんま正確じゃないなんて読むのこれ漢字ポイントのなんとかポイント何ほなんとかこれ漢字が読めないちょっと見せてでどこにの足りない部分を他で補うこと補点じゃない補点で PK バトルライアンのポイントの補填の件です明日いっぱいまでにポイント補填がされる見込みとなりました補填までの期間が変更となる可能性もありましたのであらかじめご了承くださいってきたなんか補填の点は土辺になおみたいな書いてるやつでしょだから今が正しくないってことだよ多分正しくなくて明日になったらまた変更されるから、うん、このランキングもぶっちゃけ本当に正しいとかは分かんない頑張りようがないねそういうことねさあ10個以上分かんないんだよとりあえず頑張るしかないあとバトル中でしかポイントが反映されないらしいならしいなそうだから枠投げが意味ないっていうかまあそうだよポイント反映には意味がないあまあまあ PK 戦で結果残したい人にとってはな、うん、そう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 さあ、10コインですいける天才募集中です34人いける天才募集中ミキトリーアーモちゃんうん初めましてかなそういうことみんなも分かっといてポイントがこれね絶対ってわけじゃないからリバイトでかけた場合にフォローさせていただいてますなのでダーリンありがとううんあカバブレちゃんナイスさあみんな2倍です2倍団結していこう枠投げウェル枠投げじゃないバトル投げアーモちゃんダギュンダギュン走り出しナイスミキトカットナイスまあここでね、2の差し込み気をつけてね。200コインが1000コインいくとね、だいぶリードしてる。おー、いい人ちゃんいい人バッキュナイス、ありがとうバッキュもっちゃ心打ちのめしてくる。いよ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 さあ、残り10秒いける天才募集中おーいいよ !40 人いくぞスタート5秒いきちゃんありがとういい人さん、ナイスいい人さん、ありがとうナイスバッキュあ、タケかバトルしようぜバトルしようぜこれってさ2倍とか3倍も反映されるんやったっけ反映されない あダイヤモンド数かそうバトルのギフトのあれだっけギフトコイン数だけやねあじゃああんま意味ないかアイテムは使ってもいいけどさああと30秒さあプロトロにやったっけ前使ったらあかんのやったっけアイテムそう前はダメだったけど今回は平気だって前はそのポイントに加算されてたんやったっけわかんないそれは何か、ま、いろいろチェンジしてるよな初めてだもん出されたの今回
あ、そうなんや。へえ。わかんないんだよね。そう。初めて出させてもらったから。ラスト10秒。来んのか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 。あ、さすがに。来んのか。誰もいないからな、俺んところ。来なーい。アーモさんありがとう。エイちゃんありがとう。読みまーす。MVP いい人ちゃーん。いい人すぎ。ありがとう。さきこもありがとう。くまぼよちゃんもありがとう。いきちゃんありがとう。みんなタップもありがとうございます。プロソロリスナーさんありがとうございます。ああ、じゃあまたコラボしてやるよ。じゃあな。四コラした方がいいんじゃないこれ。いや四コラしてもなんかね四コラできそうなやつがいないよ。なんで？いやうちも今人がそんなに多くないから四コラして。じゃあ4コラするか。土屋とかいいんじゃない？土屋と。うん。土屋と。土屋さんね。あーデミコありがとうございます。よっさプロソロ。土屋お疲れ。え？無理だな。お土屋お疲れ。いやお疲れってお前さっきやったばっか。お前ランキング入んねん。わかんないけど、お前から切ってまたお前から繋いできた。なん好きなんか嫌いなんかどっちなの？ハトミが4コラ読みたいって言ったから。お疲れハトミありがとう。だ誰が4コラ？いやカスミこのカラスがカラスミが言うてん。なんでカラスミなの？カラスミが4コラちょっと誰かいないって言ったから。わ私でいいの？逆にって感じ。いいよシャアなしな。気持ち悪い。シャアなしなけど。カンストナイス。シャアなしなとか言われてる。入んないけど。呼ぶやつじゃない。誰に言ってんだよマジでな。ありがとう。坂口あんりちゃんとか強いんかな。いやいいでしょ弱いぐらいがちょうど。いやそんな本当に私は本当にどうなるかですよ。誰もマジでおらんのよな。あんりちゃん呼ぶか。あんりちゃんってさ、あ、いいね。わあ何これ。何これありがとう。あんりちゃん呼んでみよう。はなはなはな。盛り上がらんかった解散で。誰？坂口あんりちゃんじゃん。わかるわかるわかる。うん、アンリーだ久々だね。アンリーちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。土屋久しぶりねえ。アンリー久々だねほんまに。え、TikTok やってたの？最近またあ、そうだよね。やってなかったよね。だから久々やってなかったんですね。うん、てかお前さ、マジでなんかちょっとイケメンになった。いやいや、なってないじゃん別に。わ、いいね嬉しいよ、ね、アンリー角度プロソロあのいろいろ教えてくれてありがとうね。あ、全然全然いいよいいよ。どういうこと？プロソロいろいろ教えてくれたのに。夜のやつ何だ。 あんま聞くなそれを。いや、聞きたくなっちゃうじゃん。ねえ、なんかあの TikTok のいろいろやり方、確かにそうだ。小峠と同じような扱いになってるけど、小峠と全く夜のお話かと思った。うるせえ、黙れ。彼女みたいな関係になってるけど、まあまあまあ。そこはじゃあまあ土屋とね、アンリちゃんでね、組んでね。マジで私本当に、いや土屋にどろかす言われる。ね、マジ本当にみんな必死になって、本当にお願い。初見さ、ぶっちゃけちゃった。マジで本当に超言われる、多分。マジで本当にやばい、やばい、やばい。いけ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 。マジでお願いします。本当に。じゃあ行きましょう。本当にお願いします。てかアンリちゃんってさ、毎回そのバトルでなんか勝った時はその後継者の人を小窓に上げてんの？お願いします。あ、聞いてくれ。それだ。ミュートされてんじゃないの？ミュートされてんねん。黙れお前は。何ミュートしとんねんこれお前。メガネ黙れお前は。ミュートされてんねん。黙れ、ミキで喋んなお前。喋るな。喋る。ラーメンだな。お前すぎ。どうもそろ。最高。あ、ミュートされてん。喋りかけてアンリに。でもアンリ無視してたから。いや、私こっちが今日無視し、あの。ミュートいつも4からの時。よかった、よかった、チームメイト。ハトミさんお願いします。チームメイト、はい、行きましょう。プロソロ、とりあえずバトルに勝てばいいんだよ。とりあえず、ちょ、俺めぐってるから、お前頑張れ。いや、なんでやねん。目が乾いてきた。さあ、みんな全力タップでお願いします。いや、入れてー。スビちゃんまでタップお願いします。ガー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 。スビちゃんねー。よし、行くぞ。俺たち2倍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 よーし2倍2倍いくよ。10人12名か。いや、いけるし、12かきつ。いける全員全員行きます。頑張ろう頑張ろう。メンバー全員バラ行こう。全員バラ行こう。バラ行ける。天才募集中。
いいね。わかんないけど、アンディ。ありがとう。アンディ、逃げたやないかい。ファーストナイス。アンディ。あ、お願いします、お願いします、お願いします。緊張、ビリビリないやないかい。ウェイ。あ、そう。あ、待って、グローブ使う、グローブ。これ見ててみ、ユリちゃん、これハンマー。え、ね、土、グローブ行くから。おお、ナイス。わ、グローブくるって。グローブ来ても、30秒前。そうだろ。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス。素晴らしい。ちょっとみんな行くぞ。いやこれかすみこれいけるんじゃん、いけそうだね、なんか誰か、グローブ、グローブ、じゃあかすみ他にも持ってる方います、中地以外で。いやあるかな、あーちょっとグローブで勝ちたいな、これな、よしよしよし、これいけそうやな、割れてるこれ、なんか土屋が無駄に強いのムカつくんだよ、いきちゃんありがとう、グローブあるよね、じゃあいきちゃん、いきちゃんあるよね、そんな名前いきちゃん、ライバルシーだよ、それいきちゃんラスト使ってほしい、また嫉妬だと思うよ、俺別にあなた強いと思う、結構好きだね、俺のことね、どんどん開いてやる、さおないルカさん、ありがとうございます、どんどんお前とのさを開かせる、 YouTube のチャンネル登録者はお前より多いからいいわ、じゃない、やってない、まず YouTube お前より人気あるからいいわ、前髪肌ありがとう、じゃあお前インスタは、インスタはインスタ、同じタイミングで、えお前何人インスタ、一応 2.4 とか、いっていって、来た来た、いっていって、いって俺は2.4万人だ、投げて投げて投げまくって、これこれこれ、はい、ベイベー、来い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 、待って、他にも、あー、ひどめー、ナイス、コキさんよ、コキさんよ、コキさんよ、待てー、前髪、ごめんって。ごめんって。ええけど。まあええわ、俺のスコア。俺のスコア低かったらバリ言うてたけど、まあええわ、俺のスコア高い。わあ、ミュート。お前らミュートや、喋んな。はい、感謝します。1位は、前髪刈り上げちゃんです。すごいよ、5枚刺さったよ。完璧だね。前髪ちゃん、アメリカの旅行僕がおごるからね。一緒にグランドキャニオン渡ろうな。グローブを返しおめでとう。ブーちゃんもありがとう。そして、一気熊ぽよ、タキちゃんもひでみも、はい、みんなも取れてー。ビービーありがとう、グローブだ、グローブだ。からゆうちゃんの、ありがとう。まとめて、グローブないじゃん。シャンも、リーちゃんも。ありがとう。ありがとうございます。ナオミちゃんもありがとう。ナイス、みんなまとめて、土屋弱すぎビクトリー、弱くないよ、俺言うたけど弱くおめでとうビクトリー、言うて2位よ、ね、お前ら5倍刺さっただけでしょ、うん、皆さんありがとうございました、いや弱くて、え土屋が弱すぎて相手にならんわ、土屋が弱いとかじゃなくてアンディが一番弱い、私が弱すぎるの、地上をアンディちゃんは関係ない、土屋が強いっていう風にね見せつけといて、じゃあそろそろ本当本性を言え、本心本心はアンディ可愛いな、
嘘つけよ。嘘つけよ。お前さ、アンに連れてくる前にさ。なんで、はい、お前さ、アンリ連れてくる前に今からちょっとブス呼ぶわとか言ってアンリ紹介したやないか、お前なあ、アンリこんなこと言ったマジで言ったこと絶対に言ってない、こいつやばいよな、ほんまになめてけお前、帽子取れよ、お前こいつすぐ嘘つく、帽子取れよ、お前はマジで嘘つくから、お前負けてんのにな、しょうがないよ、俺、アンリさんのお前ですかね、謝れ、お前はアンリちゃんのいいとこにしたから、あいつマジで、ああ、ほら、アンリ怒っちゃった、ああ、アンリ怒っちゃった、お前のせいだろ、お前のせいだろ、お前のせいだ、もう一回読んだわ、やっちまってるな、これは、いや土屋お前ほらこれはシーラね、お前嘘つくのやめとって、もう読んでも、ムーアンドスーなんて言うわけねえだろ、いや断られたんやけど、もうしつこく読もう、振られた、もう終わった、最悪なんだけど、マジお前最悪なやつだよ、おおはいいや、ちょ、アンニちゃん怒ってるよ、アンニちゃん怒ってるじゃん、だってさ、なんで私の隣にいんの、隣にいんのってどういうこと、なんで横にいんの、ブスでしょ、ブス紹介するんでしょ、いや俺は可愛いよ、大丈夫大丈夫、アンニちゃん可愛いよ、可愛いよ、マジでほら、アンニ呼べって、お前マジでかわいそう、お前のせいだろ、ふざけんなよマジで、ねえガチでやばいよ、女の子にブスのやつやばいぞ、お前が言ったんだろ、お前が言っちゃうんだよ、お前じゃ、お前のニキビ砂が一番やべえんだよ、ほんまに、は呼べよ、ちょ俺アンリとも総合になりたいし、ほんまに、お前総合じゃないやん、じゃあアカウント変わってんのこれ、あだからあのプロソロ現象が来てんのよ、前のプロソロ現象が、だからお前がしょうもない嘘をな言うことによって信じちゃってるやんか、まあだから、アンリーの中では俺とプロソロだったら信用度は俺の方が高いってことよね、これ証明されたね、うん、アンリーちゃん違うやつとコラボしちゃったから、もう違うやつでもしないやん、だったら誰呼ぼうかな、おもちクロロ誰がいいかな、いいやつがいないわ、スースーさんいらっしゃい、けどさっきめっちゃ盛り上がったな、ほんま。まあ、お餅ぐらいだわ。多分盛り上がると思う。いや、さっき普通にあれなんだよな。アンリーがもうちょっと強かったらいい勝負になってたんだよ、この。いや、それはそう。うん、え画像やん、お前。画像やで。画像かよ。霞とまた雲。うん、うちいけるかわかんない、今。土屋はいつも弱いから、こいつ。急に。弱いって言って。いや、通り過ぎますよ、完全に。お前、言ってくれ。ありがとうね。ありがとうね。セブンでありがとう。いやいや、買ってないやん。さっきのお前とのニコラ買ったし、ね、ニコラと、ニコラはたまたまや、お前買ってた。トップタップから、お願いします。ニコラ俺が買ってた。完全に通りぐりの、通りすがりの。水何やねん、それ。サミネクソ。天然水だわ。違う、なんかパッケージ見せて、なんかちょっと違くない？パッケージ見せてあかんじゃん。いや、いやいやいや、全然パッケージはいいと思う。別にお前、事務所入ってなきゃ肖像権とかないでしょ、著作権とか。タップ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 。え、お前事務所入ってんの？事務所入ってんの、お前。いや、入ってないけど、なんかあるじゃん。その、おー、それか、普通か。美味しいです、普通に。俺、なんかちょっと違うパッケージ見えたけど、あ、そうなの？タップしてほしい。お餅、お前、やる気なさすぎる。え？だってもう、誰もいないもん。画像やったら余計誰もなんかなんじゃん。くつよ。2倍さあ、みんな2倍です。誰もいないもん。チーズの処方か70! 370! やばい、370! 誰だこれ、ゆうくんしかおらん、ゆうくんしかおらん、これ。ザキさんいらっしゃい。いくぞ370! いくぞ、タキコナイス、タップもしてる、ありがとう、るーちゃん、待ち込む待ち込む、あー、デメコナイス、情熱のやっとナイス、デメコありがとう、ナイス、ありがとう、頑張れ、頑張れ、ここ行っただけで違うから、ここ行っただけで、助けて、助けて、みんなゆうくん、ゆうくん、ナイス、助けて、もうちょっと、もうちょっと、助けて、いやー、ちょっと一桁まずいからね、ちょっとジューリッチャーナイス、スピジャリコ、ユリッチャー頑張れ、ラスト誰か、ラスト誰か、ラスト誰か、ユリッチャー頑張れと言ったぞ、誰か、誰か、ユリッチャーナイス、よっしゃ、ユリッチャーナイス、バラナイチ、バラナイチ、バラナイチ、やば、あぶれー、ナイス、中はもう、さあみんなこの2枚、ユリッチャーナイス、バラナイチ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 、バラナ
カッと。やばいよ。ケンさんもお願いします。なんか、ピアさんのバトルじゃん、もう。勝つぞー。いや、じゃあもうさっきまでいたんだけどな。さあ、ちょっとここ、ここで。プラスワン入ってんの今日ないか。いや、今日つける時間遅かったから、ちょっと、うん、今日は。何言いますか、ここ。何、カオルちゃん、さっき言ったけど投げられた。ああ、1000コイン投げていただいたよ。なので、最後はラスト10ね。やばい、今日はやばい。残念これもうラストバトルしちゃうから。龍馬くんいらっしゃい。お、だるまちゃん、ブラックアップありがとう、だるまちゃん。プロソロちゃん、後で2個出すよ。龍馬くん、勝てた、あそこだよ。だるまちゃん、勝てた、絶対プロソロ。だるめ、ラストやばい、なんか、アイキサナイスうまい。うわぁ、じゃあ。アイキサナイス、こぎ。うわぁ。やべぇ、ナイスで。ありがとう、なんか、キャッキャイ。いやーここ真ん中合わせできる人いるから。ドリアさんありがとう。やばい。ドリアの方もそうあれやな。結構誰もいなくなってきたこの時間。魂。きついね。え？一生懸命じゃん。頑張れ。頑張れ。このまま勝つよお前。まだ諦めないで、まだ2分半あるから。土屋日韓入ってんのお前。まだない。入ってない入ってない。俺この頃全然入ってないよマジで。え？あ、そうなん、なんでそんな格好つけて言えんの俺入ってないけどみたいな。入ってないよ。ありがとう。入ってないことが正義だけどみたいな。格好つけてたの俺。だ昔ほどの人気はなくなっちゃったってことで OK ね。昔ほどの人気っていうか、アンチバトルと普通のバトルをもうやりすぎちゃって、短い期間で。だリスナーのどっちを見るっていうのか分かるか離れちゃった。離れちゃったよ。ディベート的な話だけど、アンチバトルめっちゃおもろかったけどな。そうそうそう、でもさ、層が違うのよ。バトルが好きな人とさ、アンチバトルが好きな人。え、どっちの方が楽しかった？どっちの方が日韓良かった？え、でもアンチバトルやってる方が日韓入るよね、地味に。アンチバトルやらへんの？そっちの方が入れる。ジュノンに怒られるんだって。だって俺、バカとか正規で言うじゃん。そうそう、ロガイとかさ、それダメじゃん、普通に。よろしくお願いします。ジュノンってお前マジでグランプリとか取ったら笑うわ普通に。お前が取った。いやでもね、ジュノンはね、俺の年じゃね、グランプリ取れないと思う。だから俺それをね、言われてるから、いろんな人から。俺の年じゃ行った方がいい。どの年？あと20秒。うるせえ。20秒。お前がジュノン取っちゃったら。お前なんてジュノン取っちゃった。ラスト15。勝てたらまだフォロー大丈夫。こいつの顔は歴然と全然レベル違うと思ってるから、こいつの顔は。俺メガネ詳しくならないから俺ママいけねえ。もうストレスや。メガネ怖い。メガネ食べんな、ニビ。おはよう。やった、勝ったじゃない。え？うわ、ダメ。ポンポンポン。頑張った、勝てたよこれ。やった。ミクサぐらいじゃない。いやいやいや、ちょっと待って。しかもユリタグローブランマルがミスト取り、これマジででかい。ワンちゃんがミストとグローブ取りはでかい。ありがとう。カツアレとヨシエさんとカツアレとMVP いない。そしてランマルさんナイスユリタン対決、ナイスミストゲット。そしてユリタン、マジでユリタンいなかったらヤバかった。ユリタンがいないとやっていけない。うわぁ、楽しい。ユリちゃんありがとう、マジでほっとられてる。ちょ、みんなユリタンに握手して。やばくない？ユリタン。マッキーちゃんおかえり。ありがとう。勝つべくして、勝つべく人が勝ったね。これねえ、惜しかった。勝つべく、なんて言った今。ありがとう。まず、ノッケがありました。なんかお前、噛んだよな、今。勝つべくして勝った。だから、勝つ、違う違う、勝つべく人が勝ったねって言った。あお前ちょっと日本語喋れるように頑張ろうな。いやー、だるまさんすいません、ありがとうございます。あいつ難しい単語使おうとしてね、使えてなかったな。お餅とやっても盛り上がるかな、盛り上がるかどうかなんだよな。よとりあえずニコラして、まあ盛り上がったらもっとやろうぜ。盛り上がらんかったら終わろう。オッケー。この時間誰もいなさそうなんだよ。見て、昨日さ2年だったの。あ、トップしてる。あ、見てたよしばらく、しらっと。うん、ね、日韓にも入らなかったんだけど、10、うん、16時間配信して。日韓入らんのはガチでおもろい。え、ガチでやばいよね。16時間とか。あ、ルフィちゃんだ。ありがとう、ルフィちゃん、昨日は本当に。え、なんか投げてもらったん？うん、応援してもらった。もうキットカットめっちゃ食べさせてくれた。大きいキットカット。そうなんや。そう。まあけど、なんかお餅とつる丸でバトルしてたやんか。あ、見てた。うん、俺あの時TikTok ユーザーってアカウントで遊んでたで。
あ、あれプロさんだどっちも行ってたから、うん、連勝してる方 を負けさせてで、うん、で、なんかそれはちゃんと二人でさ、誰だろうねって喋ってた、うん、あれ俺やねじゃあ、もともとなんか違うやつに投げようと思ってたんやけど、なんかなんか20連勝ぐらいしてるやつと、あとシシャモってやつがバトルしてて、シシャモに投げてその20連勝狩ろうと思ったんやけど、クジラのダイビングね、2150コインチャージして狩ろうと思ったら、向こうから9000ポイントぐらい来たから、あ、無理やって思って、バラリアとかして、そうで余ったからコインが、うん、じゃあ余ったコインで投げんなよいや、お前もらえただけありがたいと思う、お前バラしか、お前今日投げてねえや俺にじゃあそう、ちょっとさ、もう本当にもう日刊にも入れないってやばくない？もうオワコンすぎない？いやだからそうやって、まあ、悲劇のヒロイン演じるのもいいけど、それはあれやん、あのプリンにも言われた通り、ネガティブなコメントばっかりしとったらリスナーもネガティブになっちゃうからね。でまずあの閲覧が一人今、まずそもそも閲覧一人は受けるルフィちゃんありがとう、ルフィさんやんけそれ、閲覧一人ルフィさんやんけ、そう今ルフィちゃんで、あ待って、なんか知らない人来た、マイケルちゃんありがとう来てくれて、お持ちの枠、視聴者2人はやばいな、ガチでポジティブリスナーですって言ってルフィちゃんが来てくれた、ポジティブリスナー優しい、もうそのルフィちゃんだけやで今立ち止まって、あのコメントしてくれた初コメでも4連勝してるやん、あほんまや、お前4連勝してるやん、昨日のだから、いよいよな、たくま社長が参加しました、お疲れ様です、おはようございます、今日何時までやろうか、なんかさ画像でめっちゃ強い女の子いない、なんて名前だったかな、誰画像ですよ、よく回ってくるよね、あー手紙ハート、誰やろ、ありがとうルフィちゃん、やばいめっちゃ眠くなってきた、30何行くぞ、タップタップタップ、仕事ありがとう、頑張ってねお仕事、あールフィ船長や、今日は幸せになってもらおうじゃ、寝ながら画像でしょうもない配信してる女に、え、しょうもない配信をしてる女に投げちゃってるわルフィ船長、最低、大丈夫ですか、昨日18時間、18時間か16時間半頑張ってんね、こっち。ダイヤモンドどれくらいやった、ダイヤモンド、うん、え昨日120K とかだったかな、 120K 18時間やってガッチリだ、もう無理でしょ、もうそこでもうめったら折れるくない、普通 2周年だよって言っててユニバーも1個も来なくて、単純に配信が面白くなかったんだよほらもう振り切る、もうえこもういい、あのグレたまあけどね、グレてもねしゃあないから、そのまあ投げてもらえる配信をしなきゃいけないっていう、ただアルフィ選手ずくん投げん走るらしい、投げてもらえる配信って何だってさ、そもそもさ、うん、あの来てくれる人がマジで少ない、いやその来てくれるリスナーが少ないのであれば、同説多い人にとつってコラボしていくしかない、てんちゃんはたりとりこちゃんばらも、でもさ申請受けてもらえないんだよね、少ないからだからそれはあれやん、もうまずフォロワーを増やすために動画撮ったりとか、フォロワーはまあまあいるんだけど、ねルフィちゃん飲みに行きましょうね、なんでさこんな人が来ないんだろう、シャドーバン食らってんのかな、え絶対そうなんだけど、まあ、置いてないね宝箱とか、絶対そうなんだけど運営は違うって言い張るね、まあとりあえず配信しても日刊に乗れる頻度が少ないとあんまり閲覧も少なく、ああルフィ船長宝箱ありがとうございます、よしみんな行くぞ、差し込み警戒、差し込み、誰か差し込みお願い、パラリート、えルフィちゃん手なりハート、ありがとう、ルフィさん、リコチン、テンちゃん、ダルマ、マジでさしんどい時に応援してくれる人を大事にするから、もちろん任せて、本当に100コインやけどなそれでも応援してくれてるから、あ、お宝箱もありがとう、ルフィちゃん MVP、 ルフィちゃん、もうルフィちゃんしか勝ったん、マジでポジティブルフィちゃんしか勝ったん、本当に謎の女に負けたら終わりや、大会や、あ、じゃあまあまた頑張れや、じゃあな、なんで
バロテルはルフィがしょうがないしてね。ユーリちゃん行くか。いいしてる。ナイス。お疲れ様です。何その格好、すごい えぐい格好してない。大丈夫？そんなことない。なんかあれやな、朝方ゴミ袋を置いてその上にかけるなんかカラスよけみたいだな。よしさん働いと。カラスよけ着てんだそれ。確かに網っぽい服とは私もこれ言ってるけど。ああ。加藤さんこんにちは。網っぽい服だけど。え、生ゴミとかの散乱を防ぐためのあれやよな。あ、違う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 、大丈夫違う。うん。名前変えようか。ね。生ゴミ。生ゴミ変えようか、生ゴミ。やだ。どうですか。加藤さん、ハートビーありがとう。出ないです。キキちゃん、ナイチャレありがとう。いいから言えるよ。またとつるわ、じゃあ。もうすぐ6時か。今日は出勤ないの？お休み。昨日出勤だった。昨日なんか皿洗いかしながらなんか やってなかった配信。やってた。見たか。うん。見られてた。うん、チラッと見た。客全然おらんかった？そう、もうあの時間に指名作業してた。何時やったっけあれ？ 2 時とか。うん。2時に指名作業してさ、人来たらどうすんの？どうにかする。開ける。ああ、開けるんや、ちゃんと。店長がもう閉めていいよって言ってた。ああ、そうなんや。うん。じゃあ閉めるね。なるほど。リスケちゃん帰り。しかも昨日誰か配信者行ってなかった？誰やったっけ？マナティス。うん。マナティス、リバーめっちゃ好きじゃね？あいつ。よくね、来てくれるね。昨日ヘルも出勤だったし。うん、その界隈好きやな、ほんま。ユサブルすごくありがとう。リスケチャバラありがとう。さあ、10コインです。行くぞ。ナイスクリア、ありがとう。またいらっしゃい。10コインにありがとう。両手ありがとう。佐藤さん。さあ、33人、バラバラ、バラバラ。この時間いないか、人あんまり。店長ビクトリー。コウジさん、バラありがとう。54分。さあ、行くぞ。2倍です。金は果たして出るのか。さあ、30人。あ、まだきっとかった。ケンちゃん、ありがとう、折れる。さあ、2倍です。行くぞ。ユサンブレス、ありがとう。佐藤さん、元気出してありがとう。ユサンブレス、レッド。さあ、ここでドカンと行ってくれる。36、ありがとう。リスケちゃん、あー、折れた。ナイチャレありがとう。ケンちゃんトラベルブローパー入ってないけども、入ってないから2発やるや。テンちゃん、サイキュー合わせられてる。テンちゃん、天才サイキュー。ピュアタハダレド。いいね、宝箱もルフィ船長のアーケーを。ありがたい。あ、からやった、サイキュー。ケンちゃん、ニコチャレンジャーありがとう。何、キットカットイベントなんや。キットカットイベント順位はそんなに良くないけど純金出したくねっていう。金出したらどうするやったっけ。金出したらコスプレ写真プレゼント。いらんわ。いるからみんな頑張ってくれてんだよね、ありがとう。俺それもらったら捨てるわ、そのままゴミ箱に。でも送んないから大丈夫。ライターで燃やして捨てるわ。いらん人に送んないから大丈夫。やけど、あえてそのライターで燃やして、あの捨てる動画を撮りたいがために送るかもな、キットカット。まあ、あるかもしれない。ほちいって、ほら、ほちいよね。いっぱいチャレンジありがとう。ほちいって言ってんの？ほちい、ほちい。ほちい？ああ、リコチングローブあんねや。メロンさんかどうか。なに、モデが？メロンさんがいるの？ユーリちゃんには。メロタン、今多分いないんじゃないかな。あ、今いないんだね。あ、いない。メロタン、顔広いからな。ああ、そうなんや。知らんわ、俺。リスケイさんが強いんや。グローブいるかな。グローブ、こっちグローブ出すん。まあ向こうがグローブ出してきたら俺たちもグローブ。プリン将軍が参加しました。メロンさんと相互だ。あ、けどメロンさんいないらしいから大丈夫や、多分今いない。そういうことね。あ、プリン、こいつ、いや、プリンお前すらるな、お前しょうもない。配信しろよ。さあ残り45秒か。これは勝ちたいぞ。これは負けたくない。ここちょっと行きたいね。
勝ち逃げドローンしようぜ。さあさあさあ、嵐の前の散歩ナウ。散歩じゃなくて配信しろよ、普通に。6時か。こいつすぐ。30秒。ハンマー出てきた。ハンマー出てきた。みんな5コインで殴れます。イェーイ。殴れますってね。プロソロ殴ろうぜ、イェーイ。まれ、バランマ。来た方ありがとう。もうグローブ使っちまおうぜ、リコチン。グローブ使っちまおう。今出して、今出して。こんにちは。グローブ近い。やばい。オリジングローブナイス。グローブない、こっち。やばい。この時ハートくんありがとう。頼む。来た方ありがとう。ラストラストラスト、これ。お昼休みやテンちゃんをって言う。借り上げた！あ、来た方ありがとう。お、マジですごすぎいいと思う。プリン抜ける時休みやし、すごいなー、これこれビスタリー、よく割れる。あ、強いよ。よく割れるな、強いよ。普通に強いやんけ。ありがとう。はい、ハンマー、こっちの番。前髪刈り上げのハンマー。おい、避けんな、お前。避けんな、お前。お前、お前負けてんのに避けんな、お前、しょうもない。なあ。あ。禁電の。やられたらやり返す。バイゲージだ。ミュートデッチ。感謝します。1位、てんちゃん。グローブも使ってくれて、最後サングラスいっぱいかけてくれて。勝たせてくれてありがとう。刈り上げちゃんもいてくれてたのかな。うん。気づかなかった。ありがとう、刈り上げ大好きだよ。ハンマーもナイスね、回収おめでとう。プリン100個円しょうもない、お前マジでやめちまえ。リコチンピアタン、ヨーコ、コージ、はい、みんなまとめて。はい、ユーリタン弱すぎウィクトリー。はい、じゃあ相手にならんようなんでまたコラボしてあげるよ。またよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、じゃあな、はい、はい。いや、てんちゃん、マジ拍手。ありがとう。刈り上げちゃんバラ10本。差し込みビクトリーやったな。いや、ありがとう。気持ちよかったな。あの勝ち方かっこいい。で、視聴者3人のお持ちいきます。ゆうりちゃん、ちょうどいいよな。調子悪かったらまたゆうりちゃんとずるか。いや、いいよ、弁償借りに来たわ。最悪。何連勝？5連勝か。5連勝。弱そうだね。わらわら。視聴者4人。連勝借られず、助けて誰か。視聴者4人だ。てかさ、ルフィちゃんがお宝箱置いてくれたのにさ、なんで一人ありがとうしないんで。泥棒したから全員スクショしといて、後でやるの。ブロッコリー、あの、探してブロッコリーしに行く暇やし、もう無駄やん、ガチ無駄やん。その1コインを投げてくれるかもしれんのやからさ。いないいない、もういないから、確認済み、いないの。心狭いな、お前マジで。ヘンリーさん、ありがとう、来てくれて。心狭すぎて笑うわ。もうあの心狭いって。みんなタップです、タップタップタップ。この画像を倒したらまた違うやついくぞ。連勝かろうぜ。5連勝守ってくれる人いない？いないっしょ。画像の女やで、だって。今画像のさ、女の子でさ、可愛い子でめっちゃ強かったよ。これお前可愛いかどうかわからん写真や、それ。なんなんそれ。でも実物可愛いやん。いや知らんけど、それいつ 何の時に撮った。なんか雨具というかカッパみたいなの着てるやん、お前。え、そう、カッパ着てた、この時。あの、雨降ってた、ディズニー。ディズニー一人で行った、アイジンバラブマン。え、ママと行った。ママと行ったって、お前。箱入りかよ、お前。箱入り娘感半端ないや、バラブマン。母とさ、旅行行った時に、急遽ディズニー行くかってなって、二人で行ったんだけど。うん。アイジンバラブマン。マジで、母がめっちゃ、あの、プン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 怒って、もう本当に楽しくなかった。そんな楽しくね、写真を飾ってんじゃねえよ、ブルース・バラブマン。え、でもこのドナルドめっちゃ可愛くない？ドナルド、ああ、上に乗ってるんですか、ピュアタユキバラマン。そう。え、マジでこの話聞いてほしい。なんかさ、101匹ワンちゃんあるやん。2倍に集中しろ、お前、とりあえず。2倍、みんな2倍。ちょ、5連勝守ってほしい、みんなで。何月や、いくぞ、こいつの5連勝取りたい人。マッキーちゃん、ナイス。マッキーちゃんの一押し、おじちゃんは。最高。何、強い人がいるの、彼に。そうな。ドカン行ったろ、ドカン行ったろ。ハンさん、ありがとう、来てくれて。みんな団結で頑張ろう、プロソーちゃんに、あの、取られないように。ゼッカさん、ありがとう。ケンちゃん
ブーペン強い。呆れるほど声を上げる。大気圏を突破しようぜ。オーケー。てんちゃんいるやん。てんちゃん最高すぎた原爆。これ以上守ってみんな誰か。誰や誰と。ちょ聞いてほしい。ああで。でさ、なんかあの101匹ワンちゃんのさ、あの大きい被り物の方あるじゃん。さ、プロソロちゃんがつけてるようなあのもっと大きいバージョンみたいな。あるんや。あって、それをあの鈴木愛理ちゃんがねつけてディズニー行ってたの。うん。でそれがどうしても欲しくて。うん。でも母と二人だから帰りの荷物がめっちゃ多くなるからやめろってめっちゃ怒られて。こんなでかかったん？調べて、ディズニーかぶり物で101匹ワンちゃんかぶり物って。101匹ワンちゃんディズニー101匹これ？あ、それそれ。顔怖くね、これ。え、めっちゃでかいの、それが頭。え、でもこれぐらいのサイズでしょ？え、それよりもっとのめっちゃボリューミーなの。へへへへ。なかんって言われた。お餅が買いたい、これを買って、うん、つけてやりたいって言ったら、うん、荷物になるから絶対ダメ、写真撮ってあげるから絶対買わないでって言って2回も写真撮られて、うん、買うのよ、諦めた。アンリのものです。アンリちゃんがメッセージ送ったので、いつもキング本田氏に、うん、アンリちゃんメッセージ、何何？俺、アンリちゃんのこと、あれやで、別にブー&スってガチに。助けて、誰か。ひどい、入りは送んないとうるさい。いや、めちゃくちゃ、守って。めちゃくちゃブチ切れてるやん。いや、とりあえず、これ終わったら、ちょっとアンリちゃんのこととするか。入りは送んないと許さないわ、やばいやん。うん、お願いな、ちょっと助けて、お願い。神いない、ここ行けるよっていうかっこいい人いない？あー、ブスしかおらんかった。ビーソリキューティキュはい、感謝します。はい、てんちゃんいないとやっていけない。さすがすぎた原爆。いじもあまげちおめでとう。よくおびやだも、コウジもブルースもハチも、ゆきよもみんなまとめて、センキューだ。はい、MVP、マイキー、ありがとうマイキー。ケンジさん、ありがとう。みんなタプタプありがとうございました。はい、じゃあ、4桁生きるように頑張れよ、じゃあな。で、あれか。いけるかな？ユニバー送らないと許さないはちょっとメンヘラすぎるわ。なあみんな。一回ちょっと。